はい、1月の29日、早いですね、もう1月もおしまいでございますが、ロフトラジオ第3回目、始まりでございます。よろしくお願いします。はい。ね。どうですか、ゆうさん、ロフトラジオもいろんなところでこう好評いただいて、そうですよ、ね、今日なんか取材があったんですよ、才蔵から取材ですよ、才蔵ですか、うん、すごいじゃないですか、ロフトラジオはどうなってんですかと、これからどこ行くんですか、そんなこと言われたってな、適当に始めたんだから、どんなふうに答えたんですか、だから適当に始めたんだから、あんな、分かんねえよって、明日やんないかもしれないし。というね、行く場所がないやつらが集まってるだけの話で、行く場所があったらみんなどっか行っちゃうんだよ、そうしたらこのラジオは成立しなくなる、なるほど、そういう話だと思います。今日大変ですね、なんか乱入が、今日早くも乱入、何でもあるよ、タブーなしの、たかだか2回、3回目でもう乱入で、このロフトラジオは困ると、いろいろ、というような話が乱れ飛んでまして、どなたが乱入をされてるのか、 JYJ じゃないから、JYJ で数字を稼ごうと思って1回、2回出たんですが、確かに批判も散々浴び、挙句の果てに JYJ のファンの方々だけじゃなくね、1回目の103、2回目のピスケンと、お前、この野郎どうなってんだってことで、もう完全に人格まで否定された僕ですから。まあだとすればね、1回目、2回目出たの、まあ総集編として、今日ちょっととりあえず出てみようかなと、本当にね、ついさっきいらっしゃったんですよね、そうそう、だって家で出てた、予定してないんだもん、困るよね、そういう、もうね、ラジオ、いいや、いいや、好きに。だからそうですね、だから石丸さんとかね、あんな放送しやがって、ささらふざけんなとか、ね、ピスケンも、バースとこれから華々しく行くのに、最近お前が調子に乗って、なんか何もしてないから、ね、明日の4時まで待つと。いや2、3時僕ピスケンで連絡したかったんですよ、明日の4時まで連絡がなかったらお前を外すって言われたので、だったらラジオで明日の4時までに行くよって言ってみようかなと思って来ただけなのでただそれだけなんだ、ね、メールが来たものを表でやるっていうのがさ、なんとなくさ、おしゃれじゃない、僕もそうなんですよ、だからね、だからなんか地味にやってるから、せっかく人の前でねやれるものがあるにもかかわらず、なんでメールとかしてんのかなっていうのが僕にはどうしても納得ができなかったので、じゃあとりあえず来て、近いじゃないですか、僕近いんですよ、ここまでね、15分もあれば来れるので、じゃあラジオでピスケン明日4時に電話するよって言えばいいのかなと、ただそれだけですよ。石丸さんに関してはなんか怒ってるから、あ、そうですかと。別にね、じゃあ石丸さん、僕ね、今日来てラジオで話せばいいと思ったの、僕の言ってることに対して文句があるんだったら、ここに来て、石丸さんなんてね、平野さんから準レギュラーとまで言われてるわけだから、ここがいけない、あれがいけないとか言えばいいんだよ、でもまあ来てないから、来てないんだったら今のうちに来てね、しかもちょっと来てすぐ帰ろうと思ってるのは、喋ってるうちに来られて、なんか怒られても嫌なんで、最初の数分出て帰っちゃおうかなと、僕はその辺の卑怯さを持っているので。結局今3人が、僕は仲のいいね、ビスケンと、それから石丸さんと笹原さんが、仲のいい3人が出来レースで喧嘩してる、最初はそうだったんですよ。ところがやっぱり所詮は笹原だろうっていうところにみんな気づいて、アングルがガチになっちゃってね、それはもういつものことなんですよ。ロフトラジオで有名な笹原さんですね。この人は何者なんですか。俺も来週なんか韓国一緒に行くんですよ。ピーナッツ姫に合わせてくれるみたいな話なんで、もはやピーナッツになってるけどね。もはやピーナッツだって、ピーナッツではない。夏姫です。ピーナッツではないですけど、もはや。もうね、だからおばね、こいつの家は彼の今の基本はね、おばかたをうちで口説くのと、夏姫を口説いてロフトのステージに上げるってことは彼の至上命題ですからね。ありえないんだけど、いやだけどとりあえずロフトってのはロフトの方々に基本的にこれ社内会議じゃないですか。僕いつも言いたいのはロフトの方々には自信を持っていただきたい。僕がロフトプラス3を使うようになったからトスポンの一面すぐ取れるじゃないですか。やっぱりね、僕は本田劇場を追い出された男だから本田劇場の名前が使えない限りね、個人でね、小屋なんかやってるのっていうのは本田平野しかないわけですから、ね、そうするとじゃあね、本田を追い出された男としては平野さんとこ行くしかないわけですよね。だからロフトは俺のもんだみたいな感じで、こうやってラジオでアリバイを作りね、だからトースポさんね、ハード持ってるじゃないですかってね、いざとなったら俺は逃げるけどロフトは逃げないよっていう、そういう形で商売してるわけですから、ロフトの皆さんね、自信を持って小屋を持ってるってことがいかに365日24時間ねっていうことで、すみません、もう最後の2、3分で石丸、それから笹原、それからビスケンのこともう一回整理してくれる？ちゃんとそれじゃないと聞いてる人わかんない。とりあえず向こうが本当でどう思ってるかよくわかんないですよ。でも2月の4日にロフトプラスワンで、大阪でこの前やった高曽さんのやつで僕外されたので、外されたんだ。外されました。そうなんですか。やっぱり。外されたので、一方的にというか。一番初めに企画したのあったでしょだって。いやいや、まあそうといえばそうだし、まあ高曽さんは石丸さんの知り合いだからといえばそうなんだけど、まあ僕の考えてることとちょっと違うといえば違う。でも2月の4日にロフトプラスワンでやるわけですから。とすればですよ。とすればそこで何かあるんじゃないかな。これは面白いよ。だから石丸さんの話ってのはむちゃくちゃ面白いからね。だから彼は話の天才なんです。本当にです。帰りの新幹線、大阪から帰ってくる時のこんなに面白いのかって僕はね。ひっくり返りましたよ。今回だって名台詞があったでしょ。子育てとシャブは両立しないとかさ、あとなんだっけ、両立できないとかさ、もう名台詞。シャブじゃないです。危険ドラッグ。危険ドラッグ。シャブじゃないです。危険ドラッグ。ね、平野さんそういうとこをね、なんとなくぬるく言うと石丸さんからそこ切ってくださいって言われて、愛ちゃんとかがまた痛い目に遭うんだからね。編集しました。編集しました。危険ドラッグだから。僕のとこも切ってね。僕は残します。ね、僕のとこも切って。そうだからとにかく2月の4日に、今日石丸さんがいないってことは2月の4日に何かがあるかもしれないし、もちろんガチですよ。僕プロレスみたいなやおったことやったこと生まれて一度もないので、こうなったら何かします。やりましょう。あとね、今日はなんとなく来たのでね、これからパンデットの奥野のとこに今から行こうかと思って。いや本当はね、奥野、そう奥野は嫌だって言って行くんだよ。そう奥野連れて今日来ようと思ってね、奥野と浮くんと反ロフト同盟っていうのを作って、反ロフト同盟とそうやろうと思ったんだけど、奥野がいや笹原さんちょっと僕今日忙しいんでって、でパンデットの余計で見ても入ってないんだよ。したらなんでやったらいや7時半から打ち合わせと9時から打ち合わせですって言われて、お前そんなのさっていうのがあったんですが、まあとりあえず僕は本田劇場をあれととして小屋がないからとりあえず韓国でも平野さん連れてってなんかサモアで新大久保はね、俺の劇場みたいなもんだからというね。あとあれです、愛ちゃんのあさってのねライブ僕自分でチケット買っていくの。ありがとうございます。もう売り切れでしょ。売り切れの知っててもう10分もなったよ。こいつが来たおかげでもこれもうタイムテーブルはどうなってんだよ。はい、2月の4日に今日あと岩本さんすいません、この前ね岩本さんこの後岩本です岩本太郎です。岩本太郎がこんな形で出てくるとは思いもしなかったですが、あと岩本太郎に全部お貸して、僕岩本太郎と同い年なんですよ。ああそうなんですね。そうなんですよ。不思議でしょ。ね、もう誕生日過ぎてもう50、早生まれ？いや僕は別に4月だから同じだ。同じでしょ。学年が一緒なんですよ。でもなんともないけど別にそんな。ただ岩本太郎と僕は同い年ってねいうただそうですが、あとはお任せします。どうもすみませんすみません。はいどうもすみません。はいありがとうございました。なんか乱入ですね。ここは乱入 OK ですからね。もう新宿あたりでうろうろしてる人はもうバカバカ来て面白くねえとかなんか言ったら面白いかもしれないですね。才蔵の取材のあれも趣旨もよくわかりますね。ロフトラジオどこへ行くって多分見出しになるんじゃないですか。知らないけど。それはいつも才蔵に掲載されますかね。いや才蔵もラジオとかそういうネットやってるんで外みたいですよ。なるほどね。本誌じゃないと思うんだけど。そうかそうか。うん。なるほど。じゃあもういよいよね。そうですね。とりあえず2月4日。2月4日。高曽さんと石丸さんのロフトプラスなんかあるかも。はい。失礼します。どうも失礼しました。じゃあね、ありがとうございました。社内会議を。社内会議をね。これが社内会議に出ていいんですか。そう。番組のねこの最初の方はロフト代表平野優がですね各店舗のスタッフに檄を飛ばすというなかなかですね公開処刑みたいなコーナーなんですけどもね。さあ今日のゲストは今日は何なんだよ。俺は店長を呼んだつもりがお前がなんだ。俺はねのっけから公開処刑だっつって呼ばれる身にもなってください。冗談じゃないですよ。そうですよね。昨日言われて今日ですからね。はい。じゃあ自己紹介を。はい。ネイキッドロフトの斉藤です。斉藤航です。よろしくお願いします。お前さんは何女店長に使えてんだ。頑張って。そうですよ。もう頑張ってますよね。今日はまあネイキッドロフト代表ということなんですが、まあね2月のネイキッドロフトといえばこのロフト石庭平野優がそうですよ。初イベントこれ公開放送になるんですかね。そうね塩見さんが塩見さん今回塩見隆也って元関郡議長の登場なんですけども、あと誰が出るんだっけこれは19日。椎名レーニンというね、あれ、もし慶応大学でね、塩見隆也に憧れて、責任が入っちゃったらアホがいるんですよ、約1年。それとあと誰水久女さん、要するにね、東京方面の塩見隆也が今回、選挙に出るんですよ、なんだっけ、清瀬市の、あそこは彼は清瀬の駐車場でシルバーで働いてて、それがえらいね、合理化構成が、市長からの合理化構成がすごくて、でそれに対して立ったんですよ、立って戦うと。でこんな合理化ね、シルバーをね、その代念するような、夢を代念するような合理化構成は許せない、だから俺は選挙に立つって、なんかよくわかんないんだけど、それはあれですよ、みんなを合理化しようってんじゃなくて、塩見さんを合理化しようって。いや、違う違う違う、塩見さんはだから結局は、要するに市長は塩見高也を首切れない、切ったらどうなるかって大変だから、おっかないことになりそうですよね、もうそれはそれでね。そんなイベントが2月の19日の木曜日、ありますよ、怖い人しか出ない。そんなことないの、塩見さん、優しいお味だよ、だってもう20年も入って、みそぎが済んだんだから、もう怖いなんて言うのやめてくださいよ、塩見さんにね。そうだって、ゆうさんね、最初に聞いてたのは、俺がゆうさんにこのイベントについて聞いてたのは、なんか青春のことと革命のことを今この時期にゲバラの青春期みたいな形で、ゲバラだってやっぱり青春時代は世界をさバイクで回ったりさ、すごい映画にもなってる。チェ・ゲバラの青春ってすごい綺麗でキラキラしてるんだよ。そこいらはね、塩見さんだって絶対キラキラだって兄弟出てるわけでしょ。で要するに赤軍なんか巻き込まれて革命だなんて言っちゃって20年間パクられる羽目になったわけだから、俺はね彼の青春っていうのはどっかでほじくってみたいという感覚ありますね。まあ同世代としてみたいな。同世代ですね。僕ちょっと言うの好奇心何でも聞いてみようっていうのは、これはどんなコンセプトで始めたんですか。もうずっと前からそうで、要するに僕は若い職に特に言いたかったのは、やっぱり好奇心がすべてだよと。何でも頭突っ込んでね、その中で自分で整理していく、本で言えば乱読というね、もし読むもんなかったら、とにかく手当たり次第読めと、何でもいいから読んで、その中でまた整理されて、どんどん一つになっていって、また読むのが簡単だったら、また乱読して、これ、音楽も、それから本も、それからそういうの、政治も全部同じで、好奇心がすべて。なんですよ、だと思って、その中で洗練されて、立派な大人になっていくというのは、立派な大人になる、これから立派な大人になるっていう、70歳、足踏み外したような大人の集まりじゃないですか。でもね、そういう人たちが社会を作ってんだから、基本的に、だから極端でメインカルチャーとサブカルチャーがあるって言ったら、また喋りすぎだね。喋らないってさっきまで言ってたんだ。なんで途中でやめないでください。メインカルチャーとサブカルチャーがあるとしたら、あってこそメインカルチャーであって、サブカルチャーがなかったらメインカルチャー絶対ない。なるほどね。光と影みたいな。光と影ですね。対比ですよね。今でこそ結構ね、サブカルチャーとメインカルチャーの資金がなくなってる。今本当そうですね。それは思います。あるけども、でもやっぱりサブカルチャーはサブカルチャーできちっとで俺。私はサブカルチャーだよっていう感覚で、例えば渡るなんか動いてるわけじゃ当然ブッキングもまあまあまあ、ね、それこそまあ隙間産業っていうとあれですけど、まあ人がやってないことをねどんどんやっていければなと思ってますからね。そんなネイキッドももう去年の12月10周年ですね。早いですよね。自分一昨年から入っていきなり10周年って言われたんでね、わかんないですけど、ただ自分がロフトプラスワンでバイトを始めたのもちょうど10年目というか、ネイキッドロフトができた年に入ったんで、そういう意味ではね感慨深いですけどね。なんでロフト入っちゃったんですかね。なんですかね。もうダメですね。ダメですね。捕らえられて10年ですよ。10年ね。人質ですからね。アイコンあたり質問ないの？渡る君に。はい。ネイキッドが一番ご飯が美味しいなと思い。ありがとうございます。あれは梅津かね、梅津の今、沖縄の場合、あ、まあそうですね、あとはアウトプットのね、今ね、沖縄の店長やってますけど、沖縄メニューが非常に充実して、沖縄そば、臓器そばなんかやってるんだもんね、そうです、そうです、やってます、出てる、出てます、やっぱりね、あったかい、冬なんでね、あったかいメニューはね、結構出ます、あとは今の店長がね、食に非常にこだわりがあるんで、鈴木めぐみは、そうなんですね、もう本当はね、今日はね、めぐにね、めぐを呼び出して、ロフト大奥物語をやろうかと思ったんですよ。前にも一回ね、ゆうさんとうちの鈴木めぐみ店長でこの辺歩いて回ってましたね。女が結構ね、ロフトプラスワンなんかを一時はね、大奥が仕切ってたんだよね。大奥物語を聞きたかったんだよ。大奥がいかにすごいかというね、みんな男だってビビっちゃって。そういう時代もあった。ノーコメントですけど。それは体験したんですか？男なんで俺全然ちょっとそういうのは別にちょっとわかんないですけど、あったのかなっていう感じ。でもそもそもネイキッドロフトはゆうさんが言うには実験劇場みたいなものを作りたいっていう話でしたよね。相変わらず同じなんだけど、もう客でね、売り上げ上げなきゃいけないし、めんどくせえし、もうね、好きなことできないじゃん、この人やったら、客が入んないからできないとか、できるって話が最終的に浮かび上がってくるわけじゃないですか。もうそれが嫌でさ、で、いや、ここは実験劇場が客入んなくていいんだっつって、で、要するに初めそうだったんですよ、てっちゃんとなんかどうなるどうするネイキッドロフトなんてやってたんだから、現パンディットのね、そう、で、客が入んなくて、客ゼロだからね、回転日ゼロですからね、で、ここまで客入んないと面白いってことになって、ワイワイしてたんだけど、で、いやでも、この店は客入んなくていいんだよ、とにかく実験劇場、好きなことやればいいというのがですね、だんだん俺が目を離して、ちょっといなくなったら、もう社長から、あれから、売り上げ上げろっつって、結局はノルマみたいに、もう、要するに、売り上げ上げないとお前給料増えないよみたいなこと言われるわけじゃない。これは会社だもん。まあね。はい。ただ集客、例えばね、40人ぐらい入るともうすごく入ってるように見えるから、そうですね、イベントをやりたい人が多いですよね。もうそういう意味では本当にハードルの低いというとあれですけど、とりあえず何かやってみたいなっていう相談は常に開いてますね。だプラスワンなんてのは、そんじょそこら簡単に150人入って、で3、40だともう惨めになってんだ、そんな簡単にできないけど、ネイキッドだったら誰でもできるよな、そうですね、もう25人、とりあえず、まあ友達でもね、集められれば、なんとか採算合っちゃう、そうです、俺、ネイキッドの初期で、やっぱり一番印象的だったの、あれ、一番最初に行った時かな、あれ。包丁妻のね、あれがもう、俺も因縁がある人だったもんだからね。ゆうさんが一時ご出身でしたよね。そう、包丁妻もすごかったですね、あれね。だって俺ちょっと遅れて入ったら早速なんかギアさんと平野さんが包丁持って包丁妻に追いかけられて、どんな店だって話ですよね。あら、包丁妻。でもあの時も結構客毎日かかった。初めはね、だいたい3回4回全然客入んなくなっちゃって、で包丁妻がオウムの信者に恋をしちゃうんだよな。なんでさ、もういろいろ複雑ですね。もうまず包丁妻が何かっていうのをね、説明が必要だと。オウムの信者のやつもそいつもちょっと虚言癖があるというふうに言われてたやつで、俺は昔ピューリッツァー賞を受賞したことがあるとかっていうふうなことを平気で言うような人間だったんだけど、もうなんか出てくる単語が物騒すぎてもう分かんないですね。そんな渡君のこう今推しているイベントといいますと、どの推して、まあもちろんね、石庭のイベントもそうなんですけれども、まあそれ以外でもまあうちは結構レギュラーイベントもあって、プラスでいろんなイベントもやってるんですが、まあ3月なんですけど、宮内孝之さん、アニソンの大御所のがですね、還暦ライブをですねうちの方でやってもらえるということで、そこもね非常に楽しみにしているところで、もうチケットほとんどないんですけれども、これはちょっと大きいいいなと。還暦なんですね。そう、それをね、ネイキッドロフトでっていうのはね、非常に嬉しいですよ。本当に。他にはどんな。ですね。あとは。そうですね。まあ、先月というか、今月ですね、1月からもう始まってるんですが。自由歩道協会。久しく名前を聞いてなかったところなんですが。呼ばなきゃダメだよ。そうですね。ツイートだけしてくれて結局来なかったですからね。今月も許せないよ。もうゴルフジャーナリストとか言われてますね。ツイッターで。もうだ上杉の地盤沈下がすごいから、一時はね、俺はもう上杉が俺天下取ると思ったから、やっぱりそれはね、記者クラブ問題からあんだけ頑張った人間いないじゃないですか。みんな記者クラブ問題って中途半端でやんなかったのを上杉あそこまでやった。で俺は上杉不安だった。功績はすごくあるんだけど、まあやっぱりフリーランスのジャーナリストがまとまってね、まとまんないだろうね、うまくいくわけないですよ。そんな身も蓋もないこと言わないでください。過去にだからそういうのは勝手にやればいいんですよ、みんな。勝手にやって、もう、有働周さんを繰り返せばいい。岩本さんは上杉さんをどう評価されてるんですか？いや、やっぱりね、優れたね、知見を持って、なんていうのかな、ちゃんとそうやって一人のジャーナリストとしてやっていくっていう分にはすごくね、いい、まあ優れた人なんじゃないかなと思うんだけど、ただやっぱりなんていうのかな、みんなをまとめていく上で個性がやっぱり強いと、私はこれとか俺はこれとかね、いうことも出てきたし、結局自由報道協会がもう一つもちょっと大変だったのは、本当に記者クラブ開放とかを訴えたりとかですね、そういう記者会見みたいなことを定期的にやる場としてあればよかったんだけど、一回本作ったりしたじゃないですか。ありましたね。そういうことをめぐってね、中でどういうふうにやっていくかってことはやっぱりもみちゃったっていうことはあった。なるほどね。上杉さんとね、もう呼びつけにしちゃって申し訳ないんだけど、上杉と山本の違いは、上杉は徹底的にユーモアがある。うわ、こいつないんだよ。そんなことないでしょ。で、結局はね、こうなんかこいつが喋ったとね、真面目に襟を正してこうやって聞かなきゃいけないかっていう感じになってくるんだけど、上杉だとダラーっときて、アホなことこいつ相変わらずアホだなと思いながら聞けるっていうこの違いが、俺はね、今のジャーナリストに特に、地べたを張っていくような、まあいいよ、そのいろんなジャーナリストいるでしょ、その今回のイスラムの後藤さんとか、みんな真面目なんだよ。だあそこまでふざけて平気でねやれるのは上杉しかいなくて、だから惚れてたっていうのはあるな。スタンスの軽さとなんか鋭さがね両立してる感じはありました。なんかあれ褒められてんだかこれに気がされてんだかよくわかんない。やっぱりね、ユーモアがないよ日本のねジャーナリストは。はい、うわ、梅沢さんが登場しましたね。梅沢さんいかがですか。ネイキッドロフトの一言、はい。ネイキッドロフト、自由報道協会の話で今、そうですね、なかなか、あ、終わったんですか、来てください、ぜひ。本当はね、多分来れたらいいなと思うのは、やっぱり今一番見たいのは、常子さんですよね。で、常子さんね、前回も呼んだんですけど、ちょうど記者会見する前の日だったんで来れなかったんですけど、ちょっとね、次回いつだっけ。え、常子さんとで自由報道協会なの？いや違うんですけど、まあでもね仲いいんで来てほしいなと思ったんですけど、まあだから18日にね来たらいいな。つまんないねってこと、もしなんか面白いこと言えよ。まあでもネイキッドは常岡さんはね、ほらもうさっきほらあっちに出ちゃったんです。哲夫さんとパンディットに出てきた時は、あの時はね寺澤優も来てて大盛り上がりで、しかもほら例の秋葉原の古本屋の店主大司教っていう兄ちゃんまで客船機さん来て、入りきれなかったよ。すごい。だから大司教をまた呼べばいいんじゃない。今度はうちで。なるほどな。あそこに来るのってみんななんかメンヘラ系ばっかりが多いって話だったから。なるほどね。なるほど。まあパンデットには頑張ってほしいよね。あそこが俺唯一の希望だもん。俺は次あそこ出んだ。自社店舗に希望持ってないんですかそれ。だってうちはもう全部営業で走ってるから、もう客入んなかったらもう本当にいじめられるからね。もうだから真剣だよこっちだってやるのに、客を言って嫌だなって、俺がしょっちゅうさ客入ってねえじゃんこらなんて怒ってんのをさ返されたらたまんないじゃん。だから真剣だよ。いや哲夫さんも超真剣ですよ本当に。おむつ代かかってますからね。でもあそこ毎日すごく密にやってるわけじゃないですよね。そうですね。入らないでしょ。ただまあね、哲夫さん一人でやってますからね。でもね、見に行くときはな大抵満員なんですよ。あ、そうなの？いいじゃん、よかったですね。だからね、面白いってこれは行きたいっていうのをね、コンスタントにやってんだよね。ああいう他の店はどれぐらい意識してるんですか、こうブッキングの内容。まあでもスケジュールはやっぱ一応見てはいますね。それは別にその他の会社だけじゃなくて、うちのそのまあウエストだったりとか阿佐ヶ谷だったりとかっていうのはもちろん意識して、まあ刺激にはなりますよね。あとやっぱりそのまあ身内というか一緒に働いてたメンバーがやってることが多いんで、もう自分も10年目なんで、そういう意味ではここやってんだみたいな話にはなりますね。カルカルなんか目じゃない？カルカルはあんま見てないですね。でもでもあれなんですよ。15日にねデイリーポータル Z のイベントが、林くんが、そうなんです、林さんで、この前も打ち合わせやったんです。むちゃくちゃこの人もすごいよな。この人のセンスってのは抜群じゃない？素晴らしい。ヤギの目ね、ヤギの目、この人のセンスは見事だね。そうです。この前もね打ち合わせしたんですけど、アイデアがどんどん出て、どんどんまあディスカッションしながら出していくんですけど、どんどんその林さんがやらなきゃいけないことが増えていくっていう。本当にやるんですかそれみたいな。カルカルのやっぱりしんどさっていうのは、やっぱりスケベモンもね成人モンもそこにはできないじゃないですか。要するに全然雰囲気違うじゃないですか。もうなんかもうおしゃれおしゃれです。うちの横山なんか、うちのスケベモンからうちなんか下手したら横山がやっててインバイアとかってやるぐらいまでのことをさ、それはすごいハプバーの走りみたいなことやってましたからね。そう。もう俺が最初にプララスワンでオウム呼び込んで大騒ぎになった時はプロデューサーがよく言うんですよ。あの人はすぐパニクる人だからね、笑っちゃうんだよ、横山見てると。もう俺らが控えしてたら、こいつパニクってる、面白い面白いって、そういう感じの人で、やっぱり天才ですよ、あの人。紳助さん聞いてますか？あの時は横山紳助と加藤梅津は天才だと思ったから、あと斎藤百合子という3人が今から10年以上ですか前のプラスワンを仕切ってた三重師、これがプラスワンの基礎を作ったこの3人が。俺なんか何もして、俺はもう単なる上乗っかってさ、偉そうにしてるだけで、なんもしてない。はい。おみこしですか、今おみこしですよ、重いみこしですよね。客席にいて、ちゃんと壇上の登壇者をディスるっていうことをやる人だ。ヤジは飛ばされた、ヤジ飛ばされたもん。俺さ、一番最初に俺オウム信者連れて出てきた時に、こんなことを議論してるよりはだなって、誰だ怒鳴ったら親父だと、石亭だと。もうそういう時代だったよね。今なんか俺もう客席からディスれないですよ。あんなね、ディスれない。まずそこディスってると思いますね。この前お客さんになんで来たんだって言ってましたよ。なんでこのイベント来たんだって。自分の店にお客さんが来てて、それにね。もう今ディスるのあいこぐらいだよ、俺はもういつも、お前壊れてんじゃんっていう。パワハラですよ。でまあゆうさんはでもイベントで関してお客さんをいじるっていうか、そういじるのはもう一番楽しいですよ。お客さんだってどっかで自分を表現したいから、なんか喋られしたらそういう人は大抵常連になる。だからいつも俺お客にするんで、なんで来たんですかとかさ、何が面白いんですかみたいな話から始めてインタビューするっていうのはよく。コミュニケーションを取りたいと思いますよ、お客さん。そうですよね。まあコミュニケーション取るっていう意味ではネイキッドロフトはね一番近い。そうですね。うちはそれこそね、芸人さんのイベントもいっぱいやってますけど、多分都内で有数ぐらいに近い距離で見れる箱だと思いますね。お宅の店長が一番初めにもうデビューっていうかこう買われたのはやっぱり芸人に強かったんだよね、吉本さんとか。そこの芸人がそんで喜んでくれて、だからあの人の持ち物すごいよね。もう斜め何度かとか45度とか、それからあそこに持ってんだよ、すごいんだよ。いやめぐちゃんの接客はね、僕もたまにイベントやらせてもらうとすごく気持ちがいいんですよね。出演すられる方もすごく気分よくね帰ってもらえるんで、もっとねゴールデン街のママだったそうですね。そうなんですね。あの人もねロフトにはまっちゃってもう今期を逃してここまで来ちゃったね。そんなこと言われてるとは絶対思ってないですよ。今お店の方で頑張ってますけど、すごいんだよ。だからここからね芸人の話が聞こえるわけ。俺ここでいると、そうすると芸人がね、あの店長やっちゃおうよとかそういう話がいっぱい聞こえてきてさ、まあ近いですからね楽屋と。あの店長にねめぐちゃんに惚れてんだよとかいうさ芸人が結構いっぱいいて、でねみんな悩んでるから、お前ねやっちゃえとかさ他のやつに言われて、それを聞いてて笑っちゃってさ。ノーコメントです。でもあの辺の芸人さんたちとのパイプは今ねカルカルやってる紳助さんの流れですよね。そうですね。まあそこからですね。紳助はだから一つ基礎を作りましたよ。俺はやっぱり紳助に感謝してる。ちなみに壊れ物も一番最初の担当紳助さん。ああそうなんだね。紳助さんというのは一番初めにダメレンと大月健二とそれを連れてきたんです。そんでうちのねその頃俺が雇ってた店長がいて女店長がいて、その子に嫌われてるんだけど紳助どうしてもここでやりたいって言うんで、店長がいない時にね一生懸命ねその仕事やって給料がもらえないんだよ。で半年ぐらい3ヶ月の給料ももらえなくても彼はもう必死こいてダメレンからメンズリブ、それから大月健とかそこにかっこいいやつぎんばんやって、俺極端で大月健に興味ないわけだよ。でももうやっぱり当たるわけね、あいつがやった。で、俺は一番初め持ってたリリーさんを彼に渡して、そしたらリリーさんがうわーって伸びて、一番初め俺が2回ぐらいはリリーさんをやってて、で、紳助お前リリーさん担当になれっつって、それからリリーさんがむちゃくちゃ伸びて、今じゃもうロフトなんか見向きもしないリリー・フランキーになっちゃった。恩人ですよね、でもね。そうですよ。だから極端に言ったら紳助だよ、あんだけ。やったのはで、そういった意味じゃ今梅蔵さんがねブレイクしてる郷さんと吉田剛さんと、それから杉作 J 太郎さんの初め J さんなんか客入んなかったんだよ。もういつも10人ぐらいでさ15でもあの人は本当に温かい目で J さんを見ながらずっとここまでやってきたから J さん郷さんがブレイクした。なるほど。俺たちが言わせればね、もう本人は違うと思うけど、俺たちが言わせればそうなっていく。だから今のプラスワンのねステージの壁のあれもね、リリーさん書いてるのも紳助さんですよね。イベント中に書いたんですよね。そうだそうだ。ああ、そうなんですか。人の人生相談に乗りながら書く。あれも17、18、5、6年になりますか。ロフトの壁紙。そうですね。そろそろ変えません。お、変えちゃうんですか。誰かいれば。いや、あれでもあれ素晴らしいと思いますよ。なんかどんな真面目な話しててもね、後ろがあれだと。まあ飲み屋の話だなっていう感じになるのが在特会、ずいぶん昔やった時に在特会の櫻井会長がこんないかがわしい店でやれるかって、あの壁紙見てありましたね。ありましたね。なるほどね。あ、お前見たか、その時。そうですよ。それがでもそれが強みですよね。強みですよ。はい。いや、私もそうロフトでインターネット生中継のライブってやったのって多分俺2回初めてぐらいかな。何のイベント？ほら共謀罪ナイトってやって、アープラネット TV ってところと組んで、まだほらユーストとかもなかった頃、スティッカムとかやってた。そう、それでやったんですよ。だけどね、その時ほらアープラの代表って白石さんじゃないですか。リリーさんのイラストがやっぱちょっと抵抗があるとよく言われますで、言われてどうしようかっつんでそう隠したの。今は囲まれちゃったの駒劇のね、前のところでひしこいてポスター書いてと、もう始まる30分ぐらい前に一生懸命書いて、それで隠したってことがあったんですから上野千鶴子さんがね出た時は怒るかなと思ったら、なんでチンコの絵がないのよ。さすがですね。さすがですよね。いや、人間の桁が違うな、それは。いや、だからイベント中にあれが書かれたっていうの、そのマンコが書かれたっていうのは、なんかどういう相談だったんですか、それは。いや、もう次々にお客さんの相談に乗ってく感じのと。いや、一切だから、俺たちはこういう絵を描いてくれってことは一切なかった。で、好きに描いてもらったっていう話ですよね。前のでも福助でしたっけ。そう。あれはあれで味が良かった。死んじゃったクマちゃん。とっても良かったですけどね。まあもう今やね、プラスさんといえばもうイコールリリーさんになってたみたいな。だからあとね、ネイキッドはさすが壁紙できないからあれもいいよね。後ろも木のね。ナチュラルな感じ。でだからあと阿佐ヶ谷ロフトが要するに結局前は山田レイジに変えてもらったのが今回また違って。前川店長の前川店長が、あんま俺今の壁紙好きじゃないんだけどね。どんなのがいいですか、また次は。やっぱりだからで親と思うね。で結局はお客さんは確実に劇場に来るわけでしょ。で劇場、俺だって例えばこんな劇場行ってもどこのね劇場行ってもやっぱりドキドキする、興奮するわけですよ。その人間がわーっって壁紙見てね、やっぱぶっ飛ぶみたいな、そういう壁紙が欲しいじゃないですか。せっかくなんでロフトプラスワンウエストの壁っていうのはどういうイメージだったんですかね。あれはね、ロックカフェを真似たんですけどね。後ろにドアがあって、そこからも出られるよって階段があって、という感覚でも絵を描くっていうとこまでは考えなかったんです。もう飽きた、絵は飽きたすぐ飽きるんで、ゆうさんもね。でもなんかニュースとかでね、たまに取り上げられたりするじゃないですか。そういう時に、いや、まあ全部ネギスもありますよね。その時にやっぱりリリーさんの絵っていうのはあれちらっと見えるだけで、あ、プラスワンだなってあるっていう。あれはすごい強みだと思います。ちらっと出るだけでその認識できるというか、別にモザイクかぶせられたりとかそんなことはないですよね。なるほどね。渡はどんなイベントやってみたい？やってみたい。いろいろやってます。追ってて実現できないイベントって何の？追ってて実現できないイベント。そうですね。やっぱり夏姫ですか。やっぱね、時事でおぼかたか夏姫。今うちのテーマってのはもうおぼかたか夏姫かなんだココーチ。サムラゴーチさん。その3人がテーマなの。3人を1人でも口説けたら、もう俺たちはもう天下取れぜという感覚なんですけども、いかがですか。でもまあ長いですよね。そこら辺の人ね。噂が消えないというか。なんか最近のこの情報が流れるの早い中では結構持ってるって言うとね失礼ですけど、持ってる方だなと思いますね。やっぱだからそれだけインパクトがあったのかなっていう。だっておぼかたさんなんて髪切っただけでニュースになりますからね。でも渡る君はでもカウンター的なイベントもね積極的にやってますよね。ネイキッドに来たのがちょうど去年の3月ぐらいだったんですけど、あ、一昨年か、一昨年の3月ぐらいだったんですけど、やっぱねちょっとびっくりしましたからね、この界隈でちょうどね100人超界隈で、そうですね、デモっていうのが、あ、カウンターでもね、そうです、カウンターでもっていうか、そのまあ在特会だったり、デモがちょっとね、非日常というか、あ、こんなのやってんだっていうね、ちょっとショックだったんで、それもあってやっぱこの土地柄というか、せっかくこのまあ大久保にお店があるんで、このすぐ近くがね、在徳側の集合地点のそこの大久保公園、そこですからね。最初はね、あん中にふらりと入って、私も映ってたりなんかしたんですよ。そのうち顔映えしちゃって、さすがジャーナリスト。あんたに取られると向こうに作戦が漏れるとかって言われて、なんかあそこのなんかでけえや。ものすごい相撲取りみたいなでかいやつ、後ろから羽交い締めにして追い出されたところっていうのをそのまま中継したことがありましたけどね、ものすごい勢いで急速に膨れ上がりましたからね。そうですね、最初カウンターだってね、2、30人ぐらいしかいなかったのに、まちまちデモ隊より多くなっちゃったっていうね。まあ新宿でね、お店やってる以上はこう避けては通れないテーマではありますよね。いや、もう本当そうだと思いますよ。確かにな。このロフトラジオもまあゆうさんがその時事性っていうか、はい、旬のことを旬でその場で話したいみたいなことで、よくブッキングがずいぶん先まで決まるとこう柔軟性がなくなるみたいな話をするじゃないですか。その辺は渡君はどう考えてるんですか？いやね、まあそうですよ。まあお店店舗的に言うと、そのまあ先まで決まるのはもちろんありがたいことではあるんですよ。もちろん。すごい。なんですけど、やっぱりね、その時事的というか。のが入り込む隙間は開けときたいなというふうには思いますね。でも現状やっぱりもう結構数ヶ月先までは埋まっちゃってね。やっぱその時々によるんですよ。ものすごい先まで埋まる時もあれば、やべえ来月すっかすかだなんていうこともあったりして。そこはね、一概じゃない分、まあ大変っちゃ大変なんですけど。でもお前さんが入ってから相当持ち込みが増えたでしょ。まあそうですね。やっぱり今前がね、どれぐらいあったのかは分かんないですけど、まあ結構。ありがたいことに。いや、俺はね、先週ね、そのプラスワンの石崎で今今日君を招いて、はい、ロフトのスタッフってこんな優秀にちゃんと喋れたのっていうこんな理路整然と喋れんだ何を雇ってるつもりでいたんですかいや、あんなのね、もうサブカルのさ、半端者を雇ったに過ぎないと思ったんだけど。いや、半端者が大事なのですか。ほんとこんなね、ちゃんと喋るとは思ってもいなかった今、例えば雑誌業界とかね、調子悪いけどね、元気だった頃ってのは半端者をいっぱい雇い入れたからすごかったんですから、もう週刊誌の現場とかね、だって宮崎学さんとかね、それとか朝倉教授さんとかね、ああいうふうなね、パクられてもうどこにも行きようがなかった人をなんかいっぱい集めて、それでね、あっちこっち殺人事件の現場に行かしたりとかっていうのは。じゃあ石丸さんあたりうちで雇いますか。そうだ、もう雑誌が俺に一言言わせても真面目なこと言っちゃうけどね、やっぱ雑誌ってサブカルの役割をもう果たせなくなってるから、そうだね。それがロフトの役割になってる。なるほど。ブッキングの醍醐味ってまあいろいろあると思うんですけど、渡君はこれだってなんかありますか？まあそうですね。組み合わせ、出演者の組み合わせで、例えばその初対面同士の人にまあ同じこのイベント出てくださいって言って、それがすごく転がったりするとやっぱり良かったなと思いますね。話が転がってって。組み合わせが非常にそのあった時っていうかはいい仕事したなというのはありますね。最近でいうと、具体的に言うとどれ？最近ここで出ないとやばいですよね。いや焦ってますこれで言えないってまずいですよね。組み合わせの妙みたいなところですね。そうですね、はい。そうか。まあでもね、ゆうさんもこうスケジュールなかなか充実してるというお褒めをいただいたんでね。もう一回東京でね、実験劇場作んなきゃいけないって、これだってもう完成してるでしょ、どっかね。きっともうあやふやじゃないんだもん。だってね、できると飽きる癖よくないですよ、ゆうさん。ねえ、できちゃったからもういいやって。もう一回実験劇場作りたいな。こんな優秀なそのブッキングしたくない。やっぱり桶谷でいいよ、うちは。桶谷さん今月ありますよ。桶谷呼ばなきゃいけないね、これラジオにも。桶谷はわけない。ラジオのプロですからね。なんでだって、要するにさ、てめえんとこの6畳一間のとこでね、鍋会やって、それで飯食ってる男よ。で俺も行ったんだけど、56人来てて、ほんでね、1人4000ぐらい取って、それで飯を食って、で適当な鍋作って、俺なんか1回も箸もつけなかったぐらい、もうろくでもないいけですのっちゃいけないで、桶谷は素晴らしいですよ、この人は。もう感動してますよ、俺、この人には。はい、なかなかいないタイプですよね、人として。この時代にね。まあ鍋っていうのがね、鍋パーティーっていうのは、鍋パーティー、それもね、洗い場一つないとこだよ、もうひどいとこでやってさ、いやいや、普通にありますよ、座らないですよ、普通には、まあ、普通のキッチンはね、ありますけど、ねえ、あれは普通のキッチンと言わないよ、あれ、まあいいや、これ、ネイキッドロフト10周年イヤー的な感じで、なんかやるんですか、そうですね、まあ去年の12月からやってるっていう感じで、まあこれからも、10周年でね、10年間にお世話になった人のイベントは積極的にやっていきたいなと思ってますけど。ネイキッド出身のスターっていうとどの辺なんでしょうね。それでいうと、まあ去年の大晦日もやってもらったんですけど、まあ J353 さんの組み合わせでやったのは、まあその2人の名前を出して2人メインでっていう形でやったのはネイキッドロフト。そうか。最近だけどバラエティ番組見ると伊藤麻子とかさ、あいつらみんな能町さんとかいっぱい出てるね。みんなプラさん出身って俺たちが言わせればロフト出身っていうふうに優さんだったら言っちゃいますよね。何をね、うち出身だ、俺が育てた。それ俺一回見に行ってもいないのに俺が育てたらとても言えないんだけど、すごいですよね。バラエティ番組でうちに出てた、まあ猫ちゃんはじめさ、もうみんな出てて、あ、いやめぐちゃんってすごいなと思うもん。まあそのテレビとやっぱりその垣根がなくなってきつつあるっていうのは本当思います。だってネイキッドで40人からもう50人でいっぱいになっちゃう店でだよ。そういうスタンが生まれてると、まだレギュラーでやってもらってますからね。あと三塩さんが長くてすごいね。この人の戦隊もんは、この人だってれっきとした読売新聞の記者でテレビでもさ、平気で解説で出てきたりする人が戦隊もんにはまっちゃって何年この人。そうだって堺祭りからだから。堺祭りからですか。これは梅蔵さんだ。みしおちゃんの一番初め梅蔵さん。違います。斉藤がやって。斉藤ですか。斉藤さんだ。特撮だから。特撮だから。これもすごいよね。俺はもうみしおさんいつもここにいて会うじゃん。しかもロフトプラスワンとネイキッドロフトと阿佐ヶ谷ロフトで全部やってますからね、毎月。そんで全部いっぱいにしてんだよな。これがすごいありがたいですよね。すごいです。足向けてね、もう俺この人お前死ねって言ったら死んじゃうよ。何を言ってんですか。三塩さんが優さんに死ねっていう機会はないと思いますよ。でもまあ我々もここで働いてると面白いですからね。普通にコージー富田さんがいらっしゃったりとかね、芸人さんとすれ違う率が高いんで、なかなかこんな職場もないですけどね。面白いですよ本当に。それからあとはやっぱりすごいのはね、こうあれですよね、レココレだよね。あれはプラスワンで客入んなくてネギに来たんでしょ、あれ。このレココレ。いやいや違います、違います。はい、すみません。メグと一緒に、メグがプラスワンで副店長だったじゃないですか。メグはずっと担当させてたんですよ、プラスワンでは。でメグがネイキッドの店長になるタイミングで移ってきたんですよ。毎月やってますからね。100何回やら 80 持っていってる。あとネイキッドの凄さはあれでしょ、北朝鮮祭りでしょ。今回ねえか。これはすごいよな。このね、コリアタウンでだよ。コリアタウンのギンギンのところでね、北朝鮮の国旗ガーって並べて、北朝鮮のね、で北朝鮮祭りなんとかなんとかってやるわけでしょ。そうですね。 K-POP vs NK-POP。 これはね、もうそれはコウさんと仕組んだやつだけど、その前のほら、なんだっけ、あいつらが北朝鮮基地内の共産主義者、趣味的共産主義者みたいなやつがやってる。あ、そうです。もともとそうですよね。共産趣味の人たちが始めたんですよね。趣味じゃなくて共産趣味の連中が北朝鮮面白いってことで始めて。そうですね。それもまあ最初はプラスワンでやってて。プラスワンでやったのあれ。そうです。ああそうですか。こんな客入んないからこっち来たという。そんなことない。まあ結構そういうね、もうプラスワンいっぱいするの結構大変だもんね。150人。入れなきゃいけないんで、だんだんね、その何回かやると絶対客足は落ちるイベントいっぱいありますよね。で、ここらに来たり、阿佐ヶ谷行ったりする。だから、阿佐ヶ谷とかそこで怒ってますよね。いつもプラスワンのおこぼれしか来ないとか。まあいやでもね、はい、あれですよ、やっぱりそのうちでいっぱいになってもやっぱりうちで続けてくれるイベントっていうのもすごくあります。あります。そういう意味ではその、まあ、キャパだけじゃなく、その箱の色っていうとあれですけど、この空間がいいなと思って、この空間が合うなと思ってくれてる出演者の方はいっぱいいると思いますね。藤井隆さんと椿鬼奴さんと RG さんのは今プラスワンですね。そうですね。だけど10周年の時はネイキッドで戻ってきてやってもらったりとかしてますね。すごいね、この2月7日女子オーナニー会議行きたいな、俺もこれ。女子オーナニー会議。女子オーナニー会議。梅蔵さん、こんなのやらしていいんですか？またもうあれですよ。やめましょう、中止にしましょう。鍵閉めてね、開催しましょう。本当になんて店なんですよ。女の子というか、まあ女性の出演者の方が、こんなアダルトグッズがあったらいいなっていうのをアダルトグッズメーカーの人にプレゼンするっていいですね。それもだって企画したのは誰なんですか？企画したっていうか、まあもともとその女子オナニー会議っていうのは、その主催のマナさんっていう方がずっとやってたライフワークにしてるイベント。オナニーってのは会議するもんなのこれ。まああれですよね、開かれたカルチャーにしようってことじゃないですかね、それ。そうなんですよ。男のオナニーは割と開かれてる。男子オナニー会議のイベントだったら俺見に行きたくないな。そうなんですよ。それはなんでかっつったら、もう割と一般化されてるから。そうかそうか。これはだけど杉江さんをゲストに呼ぶべきだよな。あの人は聞き出すのうまいよ。昔はよくやってたよな。お客をいじってさ、君どういうオナニーしてんのとかさ、ほんでさ、女の子が答え始めちゃうからすごいんだよ、ロフトっていうのは。はい。このイベントが面白いのはやっぱりその。ないんですよね、その、明け付けなんですよ、全部。そう、普通のトーンで、その、まあ、言ったら、その、おとなしそうな女の子が出てきて。ものすごく赤裸々にというか、普通の顔で、普通に喋るんですよね、オナニーに関して。そのギャップがいいですよね。そうですね。それはね。これはね、なかなかこんな人いないなっていう感じはしましたね。あれ、すごいな、本当にね。もう、だから、タブーないですよね、そう考えるとね。そうですね、タブーって教わってないですからね。そうですね。プラスワンに入ってからタブーはないけど、あれこれやるなってのないね。これやっちゃダメだよ。上からね、あんまりすげえ怒られるってことないですからね。梅沢さんどうなってるんですか、うちの規律は。チンポ食べちゃいけないですよ。それだけはもう本当に。言っていいのそれ。言っていいんだね。あれは本当に俺はすっきりしました。俺新聞記事で見て、ああ、あの店しかないだろうと思った。社長から言われてんだよ、この話だけしないでくれって。梅沢さんがしちゃったからね。俺はしない。俺は無実だ。だからね、要するに哲夫さんがその仕組んだ哲夫が一言俺に言った。だってゆうさん、ロフトはタブーなき言論空間でしょって言われてガーンときて、俺何も言えなかったね。言論じゃねえですからね。言論と違うでしょ、それは。全然言論じゃないですからね。あのチンコ事件は参ったよな。俺は一番参ってなかったのは俺だよ。俺はキャラキャラ笑って見てたんだから、阿佐ヶ谷ロフト潰れてもいいんじゃん。すっごいゆうさん笑ってましたもんね。でっかく考えてましたよね。みんなもう弁護士から俺は部外者の頭抱えましても、これであそこ終わったと思って。もう梅蔵さんなんか保坂区長に会いに行ってなんとかしてくださいって。あ、そんなこと言っちゃいけないのか。やばい話。あ、でもあれですよね、昔はほらもう沈下事件のやめよう。それやめるんだけど、タブーはないかもしれないけど、最近ほら喧嘩ないじゃないですか。昔はほら乱闘とかほら壇上となんか客席で物投げ合ったりとかって、やっぱり高須元人をね、やっぱり酔っ払いしてもう一回ねステージに立たして勝手なことやるしかないね。これこの映像はねしばらく出てないですよね。これ梅蔵さんのなんか逆鱗を買ったんじゃないですか、最近高須さんが出てないという。あれは難しい。もうそう出てますよ、普通に出てんの。出てないじゃないかよ。もうずっと毎月出たら嫌ですよ。毎月はいい。毎月出たら嫌だったらすごいな。いやでもオープニングの映像の高須さんの映像本当パンチありますよね。パンチあるよ。あれは最初に見た人はね、なんじゃこれでしょう。全然関係ないイベントでお客さんがあれ最初にあれ流すとすげえピリッとしますからね。なんちゅうとこ来ちゃったんだろうって思います。あれはあの時あれでしょ、確か高須さんも、あと相手の二見さんって人だったヘアヌード写真集のプロデューサー、2人が雑誌のタレで相手の記事に向かって気に食わねえっつんで、2人揃うからっつって結構何十人かそれぞれ動員してたみたいな。高須は本当にあれは悪いよ、あいつ。だってマーシーがさ、うちでさ謝罪会見やってさ、すいませんすいませんっつってみんなからさ、純粋にまあマーシーね、これもうこれやるなよっつったら、高須がポッと出て、てめえなんかやったら気がするんだこのバカとか言って、俺もうやんなっちゃってさ、もうそんな普通だったらさ、なんで高須ってやるじゃない。もし他の人だってやるよ。もうマーシーしょげてどんどん小さくなってさ、おいおいかわいそうにマーシーっつって、誰にも迷惑かけたわけでねえのによと思ってるさ、何がそこで高須が威張んなきゃいけないかよくわかんないという。あれは面白かったね。だからそういう伝説がロフトはいっぱいあるんだけど、その伝説だけのイベントあれしますか？ DVD も作りますか？乱闘編とか。でもネイキッドは乱闘とかないんじゃないですか。ありましたっけ。今自分が知ってる範囲ではないですね。包丁振りましたぐらい。それこそ前の店長がね、外で喧嘩してるとこに止めに入って逆にぶん殴られるってのがあったみたいですけどね。鉄郎が喧嘩したの。いや、上津さん。あ、上津喧嘩ばっかり。血の気多いですからね。お説教マニアなんだあいつは。もう面白いよ、上津ってのはもうケラケラ笑っちゃうぐらい面白い。あと9分ぐらいでね、店内会議が終わるんですけど、どうですか、どこが店内会議なんですかね、今ね。まあ、湯さんだから店内会議ってテーマらしいんですけど、どうですか、ロフトの行く末は、そろそろ終わりでしょう、もう。湯さんが終わりっつったら終わりなんじゃないですかね。俺はだって、今年の3月で一応退職なの。え、そうなんですか。俺は今年の3月で一応退職だって、70だよ俺、もう70以上になって偉そうにさ、ロフトに君臨してさ、ああでもねこうでもって言いたくないもん。どうなってちょっと待ってください、結構先まで抑えてますよ。じゃあそれは俺はやる、そういうことは全部やるけど、ロフトの会社の経営から離れる。はあ、そうだよ、もうやだよ、もうお前だからさ、みんな給料が安いとかさ、この分俺もそれで小林さん言うんだ、社長に、本当困るよ、これじゃ。とにかく今年のテーマは、ロフトの低賃金体質から脱皮しようってこと言ってんだけど、なかなかうまくいかないって、俺もうやだって、もうそんなことを。はいというね、ことで、私は4月で、俺と水戸さんね、あの人も70で、工事をやってロフトエンタープライズ、でそれの2人が基本的に3月で退職して、だからもう給料も出ないんで、俺、3月から。そうなんですか。当たり前ですよ、いらないよ、給料なんか、だって働いてねえのに、なんで給料もらうんだよ。うるせえんだ、お前はここで連電話かけて、なんだこいつは。ゆうさんはじゃあ、ポジション的には、なんでしょう、まあ、居候で机はある、机は残るんだって、俺行くとこないもん。経営には文句言わないで、経営には文句言わなくて、おいこのイベント客入んねえバカ野郎とか言わない。もう俺だ経営興味ない。ゆうさんそんなに言わないですからね。あ、そうか、言わない。このイベント客入んねえどうなってんだっていう。あ、そう言ってるよな俺な。梅沢さんにはよく言ってるの、バカ野郎お前なんだお前何をしたんだとか言ってるよね、しょっちゅうね。この客入んないのはいいと、じゃあそのためにお前らは客入んないことを見越して何をねやったのか、ネットをきちんと使ったのか、手紙を出したのかとか、その出演者とちゃんと話して客入んないどうしましょうということを振ったのかとか、そういうことは追及。大阪がオープンした直後あたりはずっと電話でこういうね話してましたよね。大阪はショックだ。俺はもう本当に69になって敗北するとは思わなかったからもう大阪ショックで、ショックだよ。だってね、俺東京から鉄板の持ってったんだ、ほとんど高いの。今日言われてたよ、今日ね辻元清で客3人で大阪のでトップ当選してるんですよ。辻元清美で客3人でやれないんだよ、イベント。だから、しょうがないから、要するに客席でみんなでお話ししましょう、店員集めてお話しただけで終わっちゃうイベントになっちゃったり、そうね、客3人なんての直接するわけ。ね、で入るのもあるんだよ、もちろん鉄板の入るんだけど、俺が入ってたのはほとんど入んない。だから、そのたんびに俺、謝りに行くわけ。すいません、申し訳ありませんって。もうやんなった、俺、謝るのが。それほど、ひどいものはひどかったね。梅蔵さんも真っ青なことはいっぱいあったよね。客入んないの本当真っ青だよな。いや本当そうですよ。出演者にすまない、それから会社にも文句をやれる、それからお客もかわいそう、3人だったらお客、どこ帰るに帰れないという、帰れないすぐ分かりますからね、帰るとさ、出演者が寂しい顔すんだよ、あれはね、俺もね、よく言ってさ、俺が客席いると、出演者がちらちら見るじゃない、俺が帰るとね、えらい寂しい顔すんだよ、あれが嫌で、なかなか店行けないってのはありますね、いや、俺、喋りすぎですね。分かりますね。そんな話を次のルーフトップで実はゆうさんがインタビュー答えてるんで、そうなんですよ、うちの小柳はじめっていう、そう2月の1日から配布されます。ルーフトップでまとめるの大変だったんじゃないですか。いやーほんと言ってましたよ、話があっちゃこっちゃいく。俺もこの間だからほらね、業界誌インタビューした時、あと大変だったんだよ、まとめるの。俺はやっぱりライターのね、やっぱり才能の問題であって、もうどちらかっちゃったのをちゃんとまとめるのはライターの責任です。才能のせいです、手が悪いと。そんなこと文句らだったら私は困るよ。まあルーフトップのインタビューの方はまあね、ロフトラジオ成り行きとレギュラーイベントのまあねシーンみたいなところで語ってらっしゃいますので、一つチェックをしていただだければそうですね、だからね、ロフトラジオっていうのは今のところ出口としてその、例えばお金取ってるわけじゃないしで、なんとかギャラを払おうとしてるし完全赤字なんですよね。いつまでそれからやるかという優さんのモチベーション次第じゃないですかやっぱりそれもなんか飽きたらもうすぐやめるって絶対もう。いや今回はだけどやっぱりうちのね重鎮の梅沢さん引っ込んでるんでそんな簡単にやめないでしょきっと。俺がやめても梅沢さん続けますよ。優さん抜けるつもりなんですか。だって俺来週なんか出れるかどうかわかんない。俺は来週夏姫に会いに韓国行くんだ。韓国にすぐ会えないと思いますけど。3回で終わりました。レギュラー今日が最終回みたいな。でも大体そうですね、ユーザーもね、お店がこうオープンして軌道乗ったらもうやめたみたいな。苦しめないとこでいいとこでなんかだから今のねプラスアンド梅沢さんそう思うだろうけど今のプラスアンド店長が楽勝だよな。あの頃と比べたらだよ。先週それに関して猛烈に感激反抗してましたけどね。そんなことないですよ。そんなわけないじゃないですか。石崎はね、頑張って反論してましたけどまあ一緒に働いてる時もそうでしたけどね、まあ帰んないですからね。そう、石崎な帰りたくないだけ、帰るとこもない、帰るとこがない、もうそれもあると思いますけど、本当にねやることは多いですからね。今特にね、俺がいた時と一緒でプラスは2人ですからね。そうかそうか。2人でもやっていけちゃうでしょ。ということはやっていけちゃうっていうのはやめません。なんとかやっていくっていうことですね。無理してるんですから本当に。2.5 ぐらいですかね。今修行中のやつがいるんで。あ、今日入ったね一人プラスアンに。いやあれは前からいるんです。あれはアルバイトなんですけど。あ、そうなんですか。なんで挨拶に来たって何？あれは優さんと挨拶したかったんじゃないですか。俺が行かないから店に。店行くと途中で抜けるのが大変だから行きたくないんだよ。まあいいや。まあ何やとも2月の19日。そうですね。ロフト席で平野ね、潮目高いを覗きに来たね、青春、要するに革命と青春の真った中で監獄にいた人だから面白いですよそれは。だね、留置場の中で20年間どうやってオーナーにしたのかとか聞いてます。青春といえばタイトルがすごいです。だって革命バカ一代、塩見隆也議長が送るシルバー世代から若者たちへの熱いメッセージですよ。まあ僕が勝手に考えつけただけだからです塩見さんってあれですね、若い人好きなんだよね。そうだよ。ほら YouTube でこの間映像見つけたんだよ。ほら笑っちゃって、経産省前テント広場でたまたま塩見さんが外歩いててなんかビール煽ってんのに。なんか映像で取材しに来た学生っていうのが塩見隆也ってこの人が塩見隆也でどういう人かって全然知らずにインタビューして塩見さんがそれに答えてんですよ。え、過激派だったんですかってうんそうなんだよ実はねとか浅間山荘事件って知らなかったんですけどあれにも関係してたんですかとかすごいな。それに真面目に答えるっていうのはね。いやもううちでもそのプラスワンの時もそうだったんですけどなんかやっぱり今その塩見さんがフラッと来てくれたりしたんですよやっぱりプラスワンの時も。でまあ、普通のバイトとかが「あごめんなさい今まだオープンしてないんで」なんつって普通に接客してるんですけどで「あそうなの?」なんて塩見さん言ってもらって中に入ってお待ちいただいてる時に俺がその対応したバイトに「お前あの人誰だか知ってんの?」っつって。でこれこれこういう人だよって説明するとやっぱすげえびっくりしますね。まあそうですよね。それはもう生きたシーラカンスですからね。生きたシーラカンスってどういう例えですか。どういう例え。生きたシーラカンス生きてます。いやでもね官邸前とかでもね来てた時にねいやこれ塩見さんこれどうする塩見さんとしてはどういうふうに対応したいと思いますかって言ったらいやこれはもう赤軍派の最高を考えなければいけないかもしれないとかって言い出しておお。深く感動を覚えてしまいましたですね。まあそんな感じで今週はネイキッドロフト副店長の斉藤航君に来ていただきました。ありがとうございました。今日はあんまりいじめないで済んだ。第2部は先々優君議長の針谷大輔さんがゲストです。よろしくお願いします。ちょっとお手洗い入ってんのこれ、はい、トイレタイムは済んだでしょうか。やっと来ました、針谷大輔さんですね。はい、ちょっと針谷大輔さんのプロフィールからちょっと。プロフィール用意してなかったみたいです。してないんだ、以降、毎回毎回のことでしょうが。申し訳ございませんでした。はい、お願いします。はい、はい。あいこ焦ってる。ページがめくれない。少々お待ちください。さっき読んだ本を。はい。1965年東京に生まれる、20代の頃より民族派として活動し現在に至る、 3.11 を機に右から考える脱原発ネットワーク代表呼びかけ人として脱原発運動を始める。はい、はい、こんだけわかんねえな。なんかまついとこカットしてませんかこれ。それは統一戦線義勇軍ってなんちゃらほいから本当は始めたいんだけども、まあどうしましょう。本当ね、今じゃあ本当はね、そのインターバルの時にね、その針谷さんとざっくばらんにいろんなこと聞いちゃっていいのと、であんたの方もやっぱり右翼を名乗る以上さ、右翼全体ってのはあるわけじゃないですか。で新右翼だろうが旧右翼だろうがあって、でやっぱりまあこの前木村さんに聞いたら、やっぱり一水会ですら右翼の何々せよっていう統一行動には参加する。そうするとここでね、まあ、もし聞いてたらやばいこと針谷さんが言ったら完全この右翼業界から完全さ、スポイルされちゃうのがだから困るから、どこまで聞いていいのかっていうのはすごく、迷ってたんですよ。針谷さんに例えば今の右翼はどうなってんだとかね、はい、はい、はい、どうぞ。今の右翼がどうなってるんだということまでね、全部聞いちゃってね、聞いて、ほんでいいのかねというね、なんでね、今の他の右翼は原発賛成なんだとかね、それから、ということまで聞いちゃってよろしいんですかね。大丈夫なんじゃないですか。あ、そうですか。他の右翼団体ってほとんど動いてないですよね。動いてないですね。だからなんか311の後全然動いてないですよね。で、ね、要するにまあ針谷さんたちが抱えるそのなんだい、子供たちのなんだい、子供たちの命と麗しき山河を守れとかね、これ右翼の原点じゃないですか。基本的に山河を守り、国土を守り、その要するに豊かな、ね、国土をちゃんとさ守っていくっていうのは右翼の基本でしょ。そうですね。だからそこらではその原発でね、あんだけの広大な、本当広大な土地が住めなくなっちゃったというところで、右翼が立ち上がるのは当たり前の話が。まあと思ってやってますけどね。それが一水会ですらやんない。でもやんないでしょ。まあやんないですよね。もともとサンちゃん500万もらっちゃったからもういらないのかな。まあいいや。それがまずいんじゃない。もともと一水会はそのデモやる団体じゃないじゃないですか。いやよくやってましたよね昔ね、一水会。まあ反核デモとかやってましたよね。いやすごい昔ですよね。そうですね。木村さんの前の鈴木さんとか、そうそう。木村さんだったからほとんどやってないんじゃないですか一水会が。まあそういうことでね、俺はやっぱりその、まあ、すごいな、戦闘的な統一戦線義勇軍ってすごいって戦闘的な名前なんだけども、まず戦闘的でしたからね、もともと行動右翼、暴力右翼、いやなんていうの、行動右翼ってないね。行動右翼じゃなくて、だから怒んないね、本当に知らんの、これで怒られたらめんどくさいじゃないですか。なんかね、ウィキペディアで見ると、行動する保守っていうんで項目があって、でもそれ見ると、在読会から何からがもう、一緒くたになってるんですよね。だから何が行動する保守なんだろう。在読会とかそのネットから来た人たちが自分たちで名乗ったのが行動する保守なんですよ。僕らは別に保守とかそういう名乗り方しないから。もともとだから伊能健二さんがつけた新右翼でいいんじゃないですか。で新右翼っていうのは全く今の既成の右翼とは離れてますよね、違いますよね。なんで新右翼なんですか、その既成の右翼じゃなくて。反米を言うからじゃないですか。反米を言うんだ、それが一番基本じゃないですか。愛国党さんはやっぱり親米だもんね。親米、そうですね、反米とは言わないです。言わないですね、親米ですね。まあ赤尾敏さんがずっと親米だった、最低限親米だったですよね。そうですね。それ他の右翼も全部親米なんで。親米なんですか。だから反共のための親米であるから。あくまでも反共。あくまでも反共右翼だから。だからそれで、伊能健二さんがつけたんですよね。新右翼っていうのは反共だけじゃなくて反米も言ってるから。だとすると今の「頑張れ日本」とかね、あのチャンネル桜やってる水島さんなんかがやってる、ああいうところ、まああそこも一応まあ親米っていうか、まあ今は親米だって言い方するんだけど、あそこなんかも新右翼のカテゴリーに入るわけですか？いや、入らないんじゃないですかね。入らない。新右翼とは違うんじゃないですか。違う。だから保守なんじゃないですか。あれは保守。言い方としては。でもう分かった。親米反米はちょっとさておいて、やっぱり今のその統一戦線級軍っていうのは、例えばね、北方領土、まあ、今右翼ね、まあ、大体ほとんどの連中が右翼の北方領土とか日教組粉砕しかないよな。言ってることは分かんないよ。いやいや、右翼の人たちです。右翼の人たちだから最近あまり動いてないから、何やってるのかな。例えばね、あんなその北方領土って言ったってロシアが返すって言ったらさ、返す雰囲気一時あったじゃないですか。あれしたらもう活動拠点なくなって日教組なんか今全くだから反共を主体にしてるから、やる運動が減ってっちゃうんですよね。多分ね。いや、そうするとね、まあ、水久さんが言うように、本当に国のね、国を愛する。本当にね、その国土を守る、緑を守る、子どもたちを守るというね、ところに行く、日本、右翼はね、行き着くしかない。気がするんですけどね。ただね、はい、なんていうんですかね。みんな飯も食ってる人が多いんで、僕は。仕事しながらやってるけど、右翼で飯食ってる人が多すぎるんですよ。で、まず昔で言えば親米じゃないと飯が食えない。反米っていうともう食えないんですよ。今同じようにその脱原発すると飯が食えない。だから原発推進なり再稼働容認とか賛成って言っていかないと食えないんですよ。その辺がやっぱどうしてもあるから飯が食えないってことは、例えばじゃあ今までね、そうやって東電とかそこらから、あるいは日立とかその原発の炉を作ってるとかそこらから金をもらってたってことなんですか？もらってるでしょ。それこそ右翼はだから企業からもらって一番出してたのが電力会社だから、電力会社はだって地域の基盤の産業ですもん。そういうところのね配りはすごい。だから不況になってもやっぱ右翼はもらってますよ。そういうとこから、だと不況関係ないじゃないですか、電力会社は。例えば、左翼で言えば組合が不況関係なく、銀座で飲んだりしてるのと同じですよね。左で言えば、組合関係なく幹部飲んでるからね。これは総会屋とも違うわけでしょ。総会屋とも違いますけど、一応、総会屋はとの接点もあるし、だからその僕は規制の右翼じゃないから。言える立場にいるし、ほとんど接点がない人だ。もうその任教とも接点ほとんど持たない。他の右翼と持ってないですから。持ってないんだよね。本当持ってないです。僕も。ということは統一行動はいかないの？ほぼいかないですね。ほぼいかない。たまにはしょうがない付き合いで行くんだ。いや、それもほとんどしてないですね。あ、そうですか。そもそも今統一行動してるから知らないんだけど。まあ基本的に統一行動ってあまり行ったことないですね。あ、そうですか。だからその辺はその一水会とは違うんで、一水会やっぱそういう部分に接点を持ってるから。僕なんかだからそれこそ全然持ってないんで、椅子が接点持つのはやっぱある程度その働いてる人もいるけど、そのレコン帰還したあれだけじゃ食べれないじゃないですか。やっぱ結構支援者がいたりして、そういう人が右翼だったら右翼から支援をもらったりすれば、右翼というか右の人からやっぱ付き合いをしなきゃいけないですよね。僕なんかそういうとこもらってないから付き合わなくて逆にいいんですよ。だから金の世話になったら付き合わなきゃいけないけど、だからそれこそそのうろしきサンガを守れっていうのは野村さんの言葉で、野村修介さんですよね、亡くなった、野村先生がもしも生きてたら絶対脱原発するだろうと。だからそれで先生の言葉を使わせてほしいっつって使わせてもらってるし、この人はなんか右翼って俺のことを右翼って言うなってよくなんか言ってましたよね。なんかロマン派と呼べと。あれは何なんですか。やっぱり右翼ってものに対するそういう幻滅じゃないですか。どっかね、知識人なの、あの人野村さんはね、知識人のやっぱ字も書くし、ちゃんとすごいんだよやっぱり。すごい勉強してましたからね。でもう一つね、昔からの問題なんだけど、ごめんなさい、うちで僕と仲良かったんですけど、まあロフトと仲良かったって早いんだけども、石井勝正さんという五穀団の団長がいて、えらいねロフトのことを気に入ってくれて、その時に石井さんが僕らに影響されたのかどうか知らないけど、ヤクザよ右翼からされ、右翼よヤクザからされ。ということは右翼も、要するに右翼はもちろん私たちはヤクザもちゃんと認めましょうと、だっていや そんなにいいことやってたりするんですよ、ヤクザもね。でその2つを区切りをきっちりしないと日本の右翼の再生はないということを石井一正さんが言われてて、で彼はもうあの人はもうむちゃくちゃ破天荒だし、まあ年も年だから、で全国にヤクザと右翼会場を回したんですよ。その会場ね、これは梅沢がよく知ってるんだけど、ね、そういう時代ありましたね。でえらい騒ぎになって、ほんでもう石井一生を殺すとかいうやつも現れたりなんかした、でもそんだけの騒ぎを、石井さんはやったんだけど、問題は、ハリアさんできますかできない、あんまり接点がない、向こうは接点を持ってるからできるし、僕、接点がないですよ、接点がないけど、ただが、外から言えることは、やっぱヤクザも右翼も、まあ、僕らもそうですけど、営利至上主義に走っちゃいけないんじゃないのって、任侠道とか、その民族派としての運動論とか、やっぱ大事にした方がいいんじゃないですかっていうのは言いたいですよね。それぐらい言えますよ。やっぱ任侠道ってあまり言わなくなってきちゃいましたもんね。311の後にほら東北のあっちの被災地の役場とか、お米とか食料とか届けましたね。あれは竹中さんですよ。竹中組ですよね。あれやったのは。まあでも置くだけで、まあ我々と関連してるっていうふうに見られると迷惑だろうからって置いただけで去ったっていう。俺それいやかっこいいなって。でそれは任侠道じゃないですか。だからその。でもそれを日本のメディアとかって全然黙殺するんですよね。まあ海外のどっかのメディアが報じたんで俺知ったんだけど、まあ義勇軍もねすぐ行ってましたもんね、東北新、それでね石巻であったりとか、そうですね、石巻に六頭がいたから、うちもハマっちゃってね、そんな加藤みたいなの生み出しちゃったんですよ、左翼、もう原発左翼という、原発左翼。そんでね、一昨日面白かったのは、そんでね、今度、ハリアさんを入れる招くんだよって言ったら、彼は、いそいそとね、いや、行かなくっちゃとか言うんですよ、どこへお前行くんだって言ったら、いや、ハリアさんたち、今日でもやるんだよね、やっぱりね、これは行かなくっちゃって、行くんだよ、最初。最初いたじゃないですか、だって。俺も3回ぐらいでも行ってるよ、俺。だって1回目来たじゃないですか。あの愛嬌だ、愛嬌。責任持ってこなきゃだめですよ。でもどうなんですか、一番初めでもやった時の雰囲気っていうか、それからもう今までね、もう2、3年も続けてて、何回やってます、今まで。回数気にしないから39回目だったんですよね。いや、なんか、秋山亮カメラマン40回目ですよ。次回が40回目。次回が40回目。すごいよね。すごいですよ。よく飽きずにやってますね、という。そういうの問題、飽きるって問題じゃないか。そうそう、そんなこと言ったら梅沢さんなんて。いや、だから、官邸前講義はまあ毎週やってますけど、官邸前講義と右から考える出す原発デモぐらいじゃないですか、311、2011年からず、官邸前講義は2012年からだけど、デモじゃないけど、テント広場ですかね、そうですね、あれ、毎日だからね、そういう意味では、だって2011年から右から考える出す原発デモって、ずっとやってるわけですもんね、すごいですよね、これ。だからそこで、僕らが毎月やってることが、その右からも脱原発やってるんだぞっていう行動があることが、それが一つの効果としてなってるから、やっていかないといけないですよね。そう、それじゃないと、だってなければ全部左翼じゃないかって言われてっちゃうから、結局、やめてないもん。だってハリアさんも腰が痛くて、前回、この前の月曜日は、今日も痛いんですよ、腰が痛いから、歩けないとか言ってる、あ、そうなんですか、だから、後ろから、それでも来なきゃいけないっていう、この立場、すごいですよね。しかも、あれですよ、去年の12月でしたっけ、九州まで行って、福岡まで行って、九州電力の本社に仙台原発を動かすなっつって、恫喝してましたから、要請分を送ってましたから、そんなこと言うと、恫喝って言ったら、官邸前でも恫喝だなっていうふうに言われるんです。恫喝はしてないです、それはちょっといろいろと他にもやってることがあって、恫喝とは言えない。要請分をね、渡してましたけど。代表取締役が6名いるんで、4名の方には本を進呈しましたよ。すぐ会ってくれるもんなんですか、あれは。やっぱり会うとか会わないじゃなくて、4名、1名は奥様に断られたんで、4名の方に渡してきて、会長さんは次回にしますよって話でして。これ普通門前払いじゃないですか、そんなの。受け取りもしないし、半減年が言ったり門前払いだと思うんですよ。そこはやっぱりね、そうなんだよ、問題はそこなんだよ。なんだろうな、違う、それはちょっと言えないけど、別に表から言ったわけじゃないってことですよ。こういう本を出してて、その金定と書いて、再稼働は慎重に願いますって書いて、友よ山河を滅ぼすなかれって書いて、針谷大輔入って一番夢に勝たしてもらって、あ、ごめんなさい、ジップロックに入れていつでもこのままお尻に出してくださいというような形なんで、ちゃんとこう読んでくださいっていうメッセージを与えてもらう。それね、なんかね、取材する人間たちにとっても一番基礎なんですよ、本当は。まず知らない人に取材しときには手紙を書くと、本当はそれからやんなきゃいけないんだけど、さっきのメールだけとかね、まあ手紙は書かないですけどね、郵便はしないですから。ただ、そういう、だから、ふざけて恫喝とか言っちゃいけないんですよ。僕は進展してるわけですから。これね、やっぱりね、3回俺は右からの原発でも出てるんですよ。針谷さんがやってる。でね、すごいね、統制が取れて、すごくね、混乱もなく、ちゃんとね、みんなどんなのお年寄りでも、その主婦でも入れるような、子供連れだって十分入れるような、確かにね、日の丸を一番初め掲げてるのはめんどくさそうだけど、やっぱりね、中入ってみると、全然綺麗で、あと警察の付き合いもうまいし、あれは、なんか警察と裏でつながってんじゃないかぐらいのうまいんですよ、警察となだめんのが。ね、ギリギリまで結構やるわけ、意外と。でもあれ見てて、あ、針谷ってのはすごいなって。ちゃんとできる人なんだ。どう思ってたんですか、それまで。いいじゃないですか。ひどいですね。年上なんだから。ゲストなんです。でも私も1回ぐらい、私は失礼ながら1回ぐらいしかちょっと見に行ったことないんだけど、日の丸がなければあれ別に右翼のデモだっていう風な。で、わかんないですね。日の丸がなければ多分わかんないですね。ほら京橋あたりの福島。頑張れ福島物産展とかやってるおじさんたちが「わーい」とか普通に手振ってる、ああいう光景って初めて見たなっていうかね、面白かったなーっていうのを思ってるんですけど、やっぱりそういうなんていうかな、右翼臭右翼臭なんていうと怒られちゃうかもしれない、それをなんかちょっと消そうとしたみたいなところはあるんです。だからそれをシングルイシューでやってるから基本的に消してるじゃないですか。だから右とか左とか関係ないで、脱原発、原発は危険なものだからなくしていかなきゃいけないって発想でやってるわけですから。ただ左だと見られてる運動だから、我々は日の丸を持ってちゃんと右からも発信してますよっていうスタイルを見せて、ただその中身はだから右も左も関係ないですよっていうことですから。だからあと最初にやった時に良かったのは「頑張れ福島」っていうね、横断幕を使ったんで、それが2011年だからね、の7月31日ですからね。にもかかわらずお宅の隊員が結構パクられてますよね。あ、パクられてないの？あんた昨日そんなこと言ってなかった？統一戦線義勇軍の右からの原発のデモで何人かパクられてない。いや、右からの脱原発デモでパクられることはありえないです。だから警察と揉めるわけじゃないですから。いや、だって揉めるじゃん、それなりに。だって東電前で何分こういられるかとかあるわけじゃないですか、緊張関係は最低限で。なるべくなら東電前で長くいようとか思うわけでしょ、当然俺たち抗議する方は。いや、東電前で結構平気でやりますからね。だからやったって、要するに警察から排除されるわけでしょ、いずれは、長くやってれば。だからそしたら統一戦線義勇軍の行動でやるときに警察いじめるから、なんだか分かんないけど。いや、だから警察っていうのはやっぱ警備責任があって、やっぱいろいろあるから、警備の責任上で問題が起きたらまずいわけじゃないですか。そういうことが何回かあるから。どうなんですかね。例えばさ、そのこっち側のね、やっぱり渋谷デモとかあそこらで10人ぐらいパクられたことあったじゃないですか。まあ昔素人の頃、あれからやっぱり警備陣っていうのはやっぱり相当変わってきた、警備の仕方が。だから前、その僕がその6.11かなんかであれされた後に、平野さんにも言いましたよね。僕らの右から声を上げますよと、それで始めたじゃないですか。それじゃないと左翼としてこのまま弾圧して潰すつもりでいたわけです、警察は。左派として弾圧するためにもう組んでたんですよ。だからそれを組んでるわけだから、そうすると脱原発するとダメになっちゃうじゃないですか。それで組まれてるからその通りパクっていくし、それでバーッと新宿かなんかでね、一気にパクるし。やられてる時だから、だけど僕らが声を上げちゃったから、その、あ、ごめんなさい僕らが声を上げちゃったから、その左の運動として潰しに入れなくなったわけですよ。だからちょうどタイミングとして7月で、それあれが事件が9月ぐらいでしょ。そうですね。それでテントがあったりなんかして、僕らがそれに関わっていったりするから、警察もだから一概に左翼の運動としてやれなくなっちゃったんですよ。梅沢さんなんかも苦労したんですよね。だから例えばね、それシングルイシューじゃないですか。ほんで原発反対するさ、愛国者なんだって、とにかく反対にね、こう原発はやばいと思う人はみんな来ればいいってった時に、あそこで、梅沢さんが多分、ブッキングしたんだけど、いろんな人間を立って、そんで、誰だっけ、針谷さん立ったんだけど、誰だっけ、右翼の。鈴木さんも立てたし、そうしたら要するにその中に入ってる左翼がね、ギャー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 言い出したんですよ。えらい苦労しましたね、あれ左翼ってのはだめだねっていうのが、はい、まあそれで9月に大量逮捕されて、ただ、それでもう、その針谷さんに対して、針谷さんなんか呼ぶなみたいなこと言ってた人たちは、うん、その後、原発運動からもいなくなりましたね。いなくなったんですか、結局。うん、あれは針谷さんを出したから、こう左翼が、いや、そう言ってたのがいたじゃないですか、当時は、その昔ながらのその左翼が。で、日の丸なんか立てるなとか、その人たちは後に、いわゆるカウンター、その新大久保の在特会に対するそのカウンターの人たちにも、同じようなことしてたんですよ。だからまあやったことは変わんない。左翼は救えないよな、どっかでな。それ平野さん言うとなんかよくわかんないですけどね。俺はオールドブレシェビキだから。本当かな。まあやーでちょっとなんていうのかな、あれに移りたいんで、どうまず針谷さんに伺って、もう原点からどうして右翼になったの？どうして右翼？国をね、よく言うんだけど、国を思うからとか言うじゃないですか、要するに日本を愛するからとか、そんで国を守りたいって言うわけじゃないですか、ね、でそしたら自衛隊入ればいいじゃん。結構知識を持ってたんで、自衛隊はその憲法9条がにあって、おかしいっていう感覚を、ああ、すごいね、成長ですね、勉強した時からおかしいよなと思ってたし。あと子供の頃、その風邪ひいたりするとよく戦記物の本を読んでたんで、そういう知識を持ってたから、自衛隊に入るっていう考え方、最初中学高校ぐらい持ってたんですよ。防衛大学に入って幹部になりたいと思ってたけど、まあボス受けやっちゃったから、あ、やっちゃう、そうだから、その兵隊になる気はなかったし、やるんだったら幹部で226とかの知識を持ってたし、そういう発想でまあやってれば、もしかしたら何かやってたかもしれないですね。軍人になってたら、軍人ってこうじゃないかって、もしかしたらやってたかもしれないような考え方をもうすでに持ってたんですよ。国を守るためにたくさんの人が死んでったのに、それでその人たちを批判してるってのはおかしいよなってずっと思ってたんで、ほんでそれでガキの頃やんちゃして暴走族やったりして、その暴走族やっててもこれで死んでもいいやと思ってやってるわけですよ、暴走族としてもね。その場その場で何か自分が今死んでもいいと思って生きていきたいと思ってたから、でそれで辞めた後にこれから何をしようかなと、そしたら三島由紀夫が頭の中ポーンと入ってきたんですよ。なんであの人腹切って死んだんだと。それはね、5歳の時の記憶で、その時も家にいてテレビで見てて、なんだろうなと。それで三島由紀夫を考えて勉強しだして、文化防衛のようないろいろして、それで三島さんにやるしていくことによって、あれですよね、有国旗を知ったら、今度当時内外タイムスに元一水会の人がいて、田原さんって人が内外タイムスの一面に森田正勝三島のその母船祭をやると書いてあった建物、それで一水会に行って話を聞いたら、反米っていう思想をその時バツーンと当てられて、だよなと思って、それで活動を始めた感じですか。で正義感、まあ自分なりの正義感を持ってたし、だからそうですね、その中でだからその申し訳ないけど、右翼の人をたくさん見てたから知ってたし、右翼の人でなんていうのかな、たくさんいる中で、そのヤクザも右翼も一緒みたいな人ばっかが周りにいたから、そういう人たちに何の魅力も感じなかったですね。だから規制右翼にはならなかった。逆に左翼アレルギーみたいなものっていうのがね、あったりとかっていうのもあったんですか？いや、僕はだからその結構なんていうんですかね、吸収して考えて分析できるタイプだから、その頃からもう全共闘運動とかは、あれは反米ナショナリズムだよなと思ってたし、ほら世代的に多分私64年生まれなんですよね。はいはいはい、まあ同じぐらいですね。はい。だからかろうじてね、それこそ連合赤軍のあれとかってテレビとかもう知ってます、知ってます。で学生時代はもうああいうもうなんか左翼っていうともう本当にもう何変な人みたいな感じのところってあったじゃないですか。いや僕はその新左翼は正義感があった範囲だなと思ってたんで、ただ組織ってダメだなと思ってた。共産主義ってダメだろうなって、やっぱその暴走族で何百台もいる何千人もその力じゃなくて統制していかなきゃいけないです。それも連合体だから、それをやってるから組織って分かってるし、人がどう動くかも分かるから、それを論理で規定して動かしてて、連石事件だとか内ゲバだとかが始まるじゃないですか。あ、これはいけないなって、こういうとこに入っちゃった人はかわいそうだなと思ってたから。ここも聞きたいんですけど、暴走族ってやっぱり対警察って問題と常にあるじゃないですか。ありますね、うん、だからそこでどっちかというと警察とかですね、そういう権力みたいなものにアンチの方のあれになってっていうふうなのっていうのはあんまないんですか。ですね、自分が暴走族やめた後に、うちの後輩が結構捕まってんですよ、その時に暴走 G メンって言うんですけど、お前らハリアみたいな暴走族になれってみんな言われるらしいんですよ。いやこれは本当にって言われるんですよ、って言われるんです、ハリアみたいな暴走族になれって。ということは普通あまりハリアさんみたいな方向に行く暴走族出身の人ってあんまりいないんですか。やっぱみんなそのとりあえず享楽じゃないですか、楽しくやりたくてけじめがないんですよ。僕は組織としてけじめを持ってたし、けじめっていうのはそのルールというか絆というか、そういう別に罰があるとかじゃなくて力で抑えてないから。あとだからその警察が来ても俺走ってっちゃいます。今あと何分で出るからって、今のその抗議と変わんないですよ。あの頃からやってたから。だからいいからパクってもいいから俺だけパクる。その時代のノウハウが。全然変わってない。俺たちがね学生時代は要するに暴走族が本当に一瞬に命をかけるわけだよ。で彼らは命をかけて逃げる。でそんで警察は命かけて追っかけてこない。だからほとんど逃げられるというね、あれに憧れてね、暴走族やっぱかっこいいよな。だって俺たちだって命かけてどっかね今日死ぬかもしれないとかあるけども、暴走族はまさにさ命かけて逃げるわけでしょ。これは強いよという、でも今、命かけてる暴走族が何人いるかっていうのよく分かんないけど、昔の今からね、2、30年前いましたよね。まあそうですね、東京の暴走族が命かけて逃げてまして、いやいや、グレン隊でしたから、最近の暴走族は、なんかこの何年か千葉の暴走族は警察署の署内で解散式っていうのをやったっていうのを見て、俺なんか泣きたくなっちゃった時あったけど、反抗するということでは、やっぱり僕ら暴走族にひょっとしたら勝ててないなっていう意識は、大学紛争あたりの時にありましたね。だからちゃんと組織にしちゃえば、組織になって、それで僕ら反目。それこそ人も何人か死んでたり抗争をやってるとこと手打ちしちゃって、僕先輩にぶっ飛ばされましたからね。もう日本刀かも造刀かで切られそうになったりとかしてるけど、いや申し訳ないですって言いながら、でも今こういうことで自分はやってますからっつったら、やっぱそういう人もやっぱね筋入ってる人だから、あやんだったらしっかりやれって思いっきりぶっ飛ばされて終わりましたから、そういうやつが一人いないとまとまっていかないですよ。わかりました。ハリアさんの原点が三島由紀夫だったっていうのは初めて、僕はやっぱり水訓に触れたんじゃないかって気はしてたんだけども、それから系譜ですね、三島由紀夫、野村鈴木さんが反米っていうことを言って、ああそうなんだと思いましたよ。で一時はその三沢知念とともに一水会にいましたよね。いやだからわらじ脱いでなかった三沢さんだ、早い話が、これはもう面白いもんで、はい、事件があって、リンチ殺人が、その時は僕はいないんですよ。いないんですか。それで、一水会義勇軍がこれで壊滅だなっていうところに、ちょうど僕は行っちゃったわけですよ。だからそういう、もう本当に人がまるっきりいないところに。それで、その頃は木村さんはまだ、統一戦線義勇軍で、僕は一水会だったんですよ。鈴木邦夫の一水会ね。それで安倍さんがまだ安倍勤さんが生きてて、それで木村さんいつも「早く義勇軍が出てけ!」ぐらい言われてて、もちろん聞きますけど、一水会の中に統一戦線義勇軍というのがあったんだ。いや、違います、だから、うん、一緒にいるって、事務所代わりに使うなって言われてましたよ。だからもともとが別団体として、うん、それ、三沢知念はだからよそ者だったんだ、そしたら。まあそうなんじゃないですかね、ある意味。だから今の一水会と違って、昔は勉強会に参加したら一水会ですよっていうサークルだったんですから、サークルとして成り立ってたんで。一水会はサークルですよね、はっきり言っちゃえば。その今はなんか組織みたいになってるけど、だから誰でも一水会って言えたんですよね。でもう僕はもう鈴木さんから結構教わったことが、やっぱり日本のね、右翼の原点っていうのは、西郷隆盛であり、最近ではいわゆる山口音也だという話をよく聞いて、今の右翼って言えば山口音也尊敬してますって話がいくらでも出てくるじゃないですか。で彼らは、西郷まで行かないんだよ、西郷隆盛まで行かないんだよ。で山口音也で浅沼さんをね、浅沼元社会党委員長殺傷した、そこまでしかほとんど今の右翼は行けてないで、みんな山口音也に見習いたいみたいなこと言うんですけれども、いや僕はちょっと分かんないです、それは。あ、僕らもね、僕も衝撃的な60何歩の頃だから、俺がまだ中学時代の頃だから、やっぱり衝撃的だったんですよ。まあだってこっちは全然生まれる前からで、それがだから基本的に今の右翼の山口音也というのは、それで山口音也ってのは19歳ですか、17歳か8歳で、官房で自殺するんですよ。でそれがますますそのみんなの山口音也音也って言われるゆえんで、山口さん音也さんは本を出してるわけでもないし、なんかみんなの前で演説したわけでもない、だけども、今の右翼のなんていうの、鏡になってるとか、モチーフになってるっていうことをよく聞くんだけど、いや僕はちょっと、その発想がないんで分かんないです。まあ、赤尾ピンさんとかね、ずっとなんか亡くなるまで、ずっと山口音さんの写真とか、愛国党とかそうですよ、船川さんとかは。自分はやっぱ規制欲的な発想がないんで、山口音さんのことあまりよく分からないって言います。あまりだから、その影響をまるっきり受けてないです。はっきり言ってしまい、まるっきり受けてないです。あ、受けてないんだ、面白いね。あ、そうですか。そうすると日本の右翼とかね、靖国の話だってしょうがねえんだ。なんでですか？靖国の影響を受けてます。あ、受けてんの？もちろんですよ。それは靖国神社は、だからずっとそういう活動をして靖国神社に行ってるから、ずっと僕お守りしてますよ。ああ、そうですか。ずっと靖国神社のお守りはずっとしてますよ。ね、さあ、まあ、そしたら俺よく分かんなくなるんだけど、靖国で、要するにね、戦犯をあんだけごしてるわけでしょ。でこれね、俺から言わせればね、もしドイツでヒットラーのね、墓にみんなが詣でたら大変な問題になる。で大変ですよ。それと同じ俺はね、形で見てるわけだって。僕はまるっきり次元が違うと思って見てるから。どうしてヒトラーはその民族浄化をやったりしたけど、日本の指導者でそういう完全な指導権を持ってやった人っています？誰も責任を取らない。あの戦争をね、起こしたのもだからなんか流れとして、あんなバカな戦争を起こせるやついないでしょ。そうだからヒトラーは明確な自分に対する責任を持ちながらやったから、ヒトラーに全部最後に自殺するからね。だからそれは本人知ってるけど、日本はないですよ。でもさ、あの戦争、第二次世界大戦なんですけれども、あの戦争で、でも要するにね、天皇を偶像化して、もう要するに天皇万歳万歳、これ今の北朝鮮と同じですよ。だから、あんなことをやった指導者ってのは何もない。それは平野さんね、あの戦争以前の明治維新までいかないとだめじゃないですか。いや、言っても。だから明治維新で、その錦の御旗なんですね、天皇陛下を持ち上げて、それ、体制を変えたんですよ。それをやったのが今のだから、それが突き詰めていったところが、要するに天皇陛下万歳で、もうとにかく死んでこいでしょ。でとにかくお国のため、天皇のために死んでこいみたいな、そんでもう土下座まで天皇にして、で天皇の意思かどうか知らないけども、その指導者がね、多分極端に言ったらアヒマンですよとかね、要するにあの指導者が今、靖国に行って、僕だって靖国に彼らがいなかったら行きますよ、靖国に。だって日本であんな愚かな、まあ、俺から言わせたら愚かだけども、あんな戦争で死んでった人に対して、やっぱり哀悼しますよ。でもあそこで、だから今、いろんな連中が、じゃあ、その戦没者のね、あの戦争で亡くなった人たちのお墓をちゃんと作ったらいいと、一つの宗教じゃなくて、ちゃんと作ったらいい。で、なんでそれがいけないの？なんで靖国なの？俺はそれが分かんないんだ。いや、失礼だよ、その、うん、論争する気はないんだけど、ドイツで、もしドイツであんなことやったら、ヒットラーのお墓にね、ここはドイツじゃないし、いや女だよ、状況が違うし、女だよ、だから靖国のこと、先生持ってったの女だよ、うん、だから靖国のことで、ちょっと整理してやっておかなきゃいけないのは、やっぱその永久戦犯の合祀の問題で、そうです、それしかない、うん、それはもともとが神道なんで、神道っていうのは、そんな固い結びつきの、その一神教じゃないですから。でも、ハリアさんは神道じゃないわけでしょ。僕はだから、その神道じゃないですもん、日本人ですから、神道的な考え方をしますよね。日本人だから靖国に行かなきゃいけないって、それが分かんないよく。日本人だからね、靖国に行って、だから、その、難しいね、いや、難しいと思うよ。ちょっとね、ちょっとした言葉で説明しようとすると、ただ、最近ですよね、その靖国の問題がうんぬんっていうふうに言われるようになったのは、それこそ80年代か、もっとの。だから、まあ、ぶっちゃけて言い方をこう変えれば、戦犯って何の戦犯なんですかって。いや、ひどい戦争がある。いや、だから、それだったら、これは戦犯って言わないで、責任論として人民裁判みたいのをやるんだったら分かるんですよ。日本人が決めて、この人は悪かったって決めたんならいいけど、ヒトラーがやったことに合わせて東京裁判という法律をやって人道に対する罪で裁いたような裁判の戦犯というのは僕は認めてないんですよ。ああ、つまりニュルンベルク裁判みたいな形で東京裁判みたいなことやった、東京裁判士官みたいなものに対しては認めてないから、そこで戦犯と言われても困るんですよ。僕としては松井岩根大将はそんな戦犯のあれはないと思ってるし、ただ東條英機は好きじゃないから、僕がもしも人民裁判というか日本人として裁くんだったら東條裁くべきだって僕は言いますよ。やっぱその戦争に引っ張っていったんだから、やっぱ責任を取るのは当時は責任があるって思いますよ。ただ戦犯論でいうと、だからそのドイツを見習って作ったから、だから人道に対する罪っていう変な罪があって、あれはドイツには適用できるけど、東京裁判によく適用したなっていうのが僕は不思議でしょうがないんですよ。原子爆弾、東京大空襲、全て戦争犯罪なんですよ、人道に対する罪っていう。それを僕ら認めちゃったら、それこそ戦争で亡くなった人たちや 全世界の人にもう申し訳ないし、アメリカ国内でも軍人はアメリカは原爆を落としたことによって世界の恥辱になるって言ってるぐらいですから、だっておかしいじゃないですか。大量破壊兵器を使った国が、ね、非戦闘員を殺した国が裁いた裁判で戦犯っていう言葉自体が、まあ、僕はもう認めれないですよ。だから例えば人民裁判でわざと言ったけど、ね、人民裁判みたいなことをやって、そのよくさ左の人が使うような言葉ね。だから我々日本人が当時は悪かったって決めて当時はやめようって。松井はね、大将何しました？戦争で、ね、南京に行って戦っただけで。でまあ、あの方はね、その時体壊してってちょっとね、基本的に日本人その、ね、やっぱあの戦争を総括してないっていうか、あの戦争を、ね、ちゃんと反省して、どうするのか、ね、で何だったのかっていうのをきちっとやってないことが今の混乱を招いてるっていう、でやんないんだよ、みんなには東電と同じだよ、東電なんて誰も責任取ってないじゃないですか、こんなバカな、全部だって責任取ってるよ、みんな、こんなバカな国が。なんでこんな、俺たちこんなとこいるんだよというのはね、不思議でしょうがないっていう、だから原発だと誰も責任取ってないって、東電の幹部なんか、外国逃げちゃってるでしょ。いやだって起訴するべきものをまた起訴しなかったんでしょ、ありえないし、とりあえず起訴をして、それで裁判上で無罪とか、じゃあこれやっぱ責任があったっていうのを明かしていかなきゃ、例えばそれが無罪になるとしても、責任論が出てきて、それでそこで責任がこうじゃないかっていう論争しないと、次につながらないですよね。脱原発運動の話にちょっと戻しちゃうと、はいはい、例えば、まあ、原発って結局元をたどっていけば、それこそアメリカと、うん、それから正力のおじさんですね、あの人がやったっていうふうなとこから原点として始まってると、でまあ、さっきその反米って話もあったけど、その辺で今のその運動にちょっとリンクしてってるっていう部分っていうのは、例えばハリアさんなんかあったりするんですか？僕は全然ないです。それはアメリカが使ったからどうこうとか、それは全然考えてない。それもしもそういうふうに考えてんだったら、当の昔に反原発運動やってましたよ。なるほど。そういう論理があるんだったら、事故があって、僕もだから安全神話っていうのを信じてたから、日本の技術なら大丈夫だぐらいも、だから勉強不足だったんで、その反省をして、こんな事故が二度とあっちゃいけないなと。陛下の海心も放射能がっていうのが平気で言葉で言われますから、そうするとこれは我々はその右と民族派としてやらなきゃいけないなと。だからそこにはだからそのアメリカがね、ノジダス号が採用されなかった日本にその赤字を回収するためにやったら、そんなの全然最初から入ってない、それがあんだったらもう党の昔に多分やってた、うん、それは全然僕のやる運動論との運動する中には入ってきてないです。だ僕の運動する脱原発運動やる中には、子供たちの命と浦式山岸を守れっていうのしかないんで、それもね、聞きたいなと思ったのは、浦式山岸を守れ、あ、これいいメッセージだなと私も思ったんですけど、例えば右翼の原点でよく言われる農本主義っていうことをよく言われるじゃないですか。で、福島、まあ、原発事故によって、福島のああいう、まあ、農村地帯ですよね、あれが、まあ、ああいう形で、まあ、農業も本当に壊滅的なダメージを受けてしまった。まあそういうアプローチからのですね、まあ反原発とかそういうふうな発想もあったのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、それはなかったですか？だ農本主義っていうのは右翼のその右の一つの考えでしかないから、いろんな考えがある中の一つですからね。それは別にこだわったりじゃしないです。なるほど。そうじゃなくて、すべてその日本は八百万の神々、たくさん神がいて、それでその悪魔がいないんですよ。わかります？そうそうそう。だから例えば災害があっても神として崇めるんで、そういう自然っていうものとの対話をすごいずっとしてきた日本人ですから、その自然との対話を忘れちゃいけないなっていうとこから始まって、原発は対話ができるものじゃないから、なくしていかなきゃいけないし、ある程度の環境破壊というか人間が住む中で人間が自然に逆らいながら、でありながらも反省ができるんですよ。原発事故は反省ができなくなっちゃうんですよ。完全にできなくなってしまって、自然からお前らはもうやりすぎちまったんだっていう、その見下り範囲以上のものを食らっちゃうわけですよね。これはいけないなと思って、ある程度の環境破壊だったらまだ反省して戻れるんですよね。自然をやっぱ自然の命、それで自然の脅威っていうのを感じて、原発だけはまあすぐ原発事故があってに日本沈没って映画見てたけど、あれには出てこないですよね。あそこにもしも地震があって沈没があったら対話できないですもん、住めないんですもん。フィクションでもその辺はね、日本沈没もそうだし、川口海士の漫画とかでも原発の問題みんなねぐってたんですよね。いや、あれはだから圧力ですよね。俺はね、今回原発事故があって、この原発ってのは本当貧乏人から金持ちからもうすべて追いかかっている問題で、右翼も左翼もねえんだよ。にもかかわらず、もう3年過ぎて、でね、要するにもうみんなさ、忘れちゃって、でこれは何なんですかね、日本人っていうのは。この要するにもう原発なんかなかったことのように、大阪なんか行ったら全く原発なんか一つもない。日本人だけじゃなくて人間っていうのはやっぱり危ないものから逃げたいから危なくないと考える方が先ですよ。それじゃ不安の方があったらやっぱ人間自殺したりとかおかしくなっちゃうんで、だからなるべく危なくない危なくない忘れようってするのが当たり前なんじゃないですかね。ね、それはもう人間修正なんだろう、修正ですから、だけど、だからこそ、種火は絶やさないように。さっきもかかわらず、日本はひどすぎません？こうロシアだってまだ真剣に立ち向かってますよ。それをね、もう安倍ちゃんなんか、あそこで景気で安全宣言やっちゃうでしょ、完全にコントロールしてる、おいおいという、これでもみんなが、安倍ちゃんが、それで、ね、要するにまだね、のうのうとして選挙でも大勝しちゃうわけでしょ。これはなんだっぺーなという、それは民主主義が根付いてないからですよ、日本は。それはもう、今、いろんな人と話をしてるけど、民主主義が根付いてないからそうなっちゃうんですよ。だから入れるとこがないって、じゃあ、だったら海外だったら自分たちが勢力になってて、オバマ大統領が当選したのだっていうのは、そうやっていろんな募金を集めたりとか、違う方法を取ったからじゃないですか、あれは民から生まれてきたものが一つありますよね。そういうことなってことは、まあ、それはちょっと外れすぎちゃうんであれですけど、だから、でも、今言われた中で、みんな忘れてるっていうけど、ちゃんと原発はなくした方がいいっていう人の世論が多いんですから、アンケートとかを取れば、もうかなりの数で出てくるわけです。やっぱみんな分かってるんですよ。なんで世の中変わらないんですかね、俺はね、本当変わると思ったの、これで日本人も目が覚めて、いろんなことに対してちゃんと真剣に向き合うしかないだろう、だって自分で命かかってんだから、で今だって、東京だって相当ホットスポットがあったりして、本当もうネットなんか見てると、あれ、本当なのかどうか分かんないけど、嫌になるぐらい、原分で、例えば完全、アメリカの方が発表でしょ、要するにチェルノブイリを超えたと、日本の原発は、放射能の点では。そこまで行ってても、ほとんど日本政府は何もやらないという。で、なんでもう一つ聞きたかったのは、福島でなんで暴動一つ起こらないんですかね、こんだけやられて、はい、福島のことは僕、すごい 3.11 以降、はい、いろんな話を聞いてて、うん、これは左翼がすごい悪いです。左翼悪いんだ。悪い。左翼って共産党の共産党が一番悪い、福島では。郡山でこういう活動をして、みんなで集まってやりだしたら、元からやってた人が出てきて、何々先生が来るから、そういう話を山のように聞きました。それでそのうちにみんな不安でやばい持っててもお前は左翼なのか、今仙台原発で起きてるのと同じ、再稼働反対してるのにあまり人に批判はしちゃいけないけど、お前は天皇陛下に逆らったようなやつの言うこと信じるのかみたいなことでどんどん潰されていってるんですよいや本当にこれはそれと同じことがやっぱ福島でも起きたんですよ。だからそれはさっきさ前原発があった時に運動でいた人たちが今、差別に行って、反差別に行って、それでまたいなくなったりとか、運動を既得権益と思っている人がいるのがいけない、完全にいます、それを例えば自分たちの運動を広げるためとか、統制拡大だとかをしようとする人たちは、そういう目でしか見ていないから、それで今、運動で脱原発運動で残っているのは、真面目な人とその人たちしかいないんですよ、本当に真面目な人と。だそれがやっぱ悪い方に働くと、うん、福島みたいなことが起きてくる。福島県民もはっきり言って完全に分断っていうか分裂させちゃったわけじゃないですか。そうかわいそうですよ、うん、だから僕ら最初頑張れ福島福島を救い出せって言ってたけど、もうこうもうどうにもならないし、うん、当時は政権民主党なんですよ、それがやんないんですよ。自民党だったらわかるんですよ。だって、あれでしょ、ね、野田なんてのはさ、原発大賛成じゃないですか。で民主党でもさ、3分の1以上は申し訳ないですよ、その時は菅直人って総理だったんです。いや、菅直人、だ原発破裂ってこれ、菅直人は まともだったと思うけど、全然まともじゃないですよ。まあまあいいや、その意見は。その場で避難させるのが知識がある人間じゃないですか。なんでさせなかったのか不思議ですよ。知識があって、アメリカから100マイルって入って、自衛隊勝手に言い出しちゃって、避難した方がいいって言っちゃってるんですから。それに乗って普通だったら危険を知ってる、知識がないんだったら、僕ら知識なかったですよ、完全に信じた、知識がある人はやっぱり言うべきだった、だからそれはだから自民党政権だったら分かるけど、民主党政権でそれがあったから。もう民主党政権なんて全然信用するに値しない政権だよ。で要するにもう3分の1が原発賛成の電力から金もらって実態でだから菅直人が総理だったんですから、うん、いや菅直人だけど本当俺は、ね、仙台で原発止めたしどこだっけ、浜岡止めたし、やっぱり菅直人が何もできなかったのはやっぱ官僚に絶対逆らえなかったっていうのはその構造はやっぱり民主党は崩すね、まあやろうとしたけど結局どうにもならなかったっていうところありますよね。だって浜岡原発止めれたんでしょ。だからあれはもう事件が起きてすぐに総理として言っちゃえばみんな逃げてください、パニックが起こるからとか言われてるわけだけど、逃げる幅を広げてやればいいんじゃないですか。福島は子供たちを避難させますって言っちゃえばよかった。官僚が後から反対しようが一回言ったら勝ちですよ。だから言えばよかったと思うんですよ。まあだからそこは保身に走っちゃったっていうところはあるんですよね、きっと。知らないですけどね、なんか白人がたくさん入ったりいろいろしてたらしいし、浜岡原発だってアメリカの圧力だっていうことはアメリカの方でも言ってるしね、そんなことしたら基地が使えなくなるって、あんなのかもしも言ったら、その後富士山でやっぱ地震があるわけだし。だからいや菅直人は軽く降ろされちゃうでしょ、これはどんどんいろんな圧力含めて降ろされて、次に原発賛成派の野田があって、原発を再稼働させちゃうわけでしょ、で野田なんてのはクソだから、僕から言わせりゃね、でまだ菅直人が良かったみたいな、もう菅直人も、ね、結局、官僚を使い切れなかったし、からだめだったんだろうけども、菅直人がやっぱり本当に、菅直人が突然変わったのってのは、財務大臣やってて、アメリカに行ってからですよ。それから小沢と鳩山を裏切ったんでしょ、それでアメリカとしては日本の財政を立て直せって、選挙前に菅直人のような政治家が消費税上げろっていうことはありえないんですよ、アメリカの圧力じゃないですか、アメリカの言うことを聞くようなロボットになって帰ってきた、野田さんだって反対したかったけど、菅野がそんなのライン作っちゃったからできなかったんじゃないですか。恐ろしい。いや、僕はそういう読みをしてますよ。この日本はでも変わるんですかね、そこまで、官僚と要するにアメリカの、まあ、そうが動かしてるわけじゃないですか。だって安倍さんなんか、なんか自分で決めてます？安倍総理なんて。大体この国ってあの人原稿を読んでるだけじゃないですか、完全に。だからたまにニュース23とか見ると変なこと言い出しちゃうでしょそうじゃないですか、原稿ないから簡単な話じゃないですか。だからそれを変えていかなきゃいけないんじゃないですか。だからその脱原発とかも含めて、これは脱原発とか原発問題ってのは命の問題、生命の問題、それは人間だけじゃなくて、僕ら右でもでは山を守り、川を守れとかね、海を守れ、空を守れっていう、命を守れってことを言うわけですよ。山のその山にも命、緑、いろんなところに命がある、動物の命もすべて、我々人間がそれをね、政策与奪権を決めちゃいけないんで、全部の命を守るためにやるためには、やっぱりね、人間というのは少し英知があるんだったら、我々はやんなきゃいけないんじゃないですか。有田さんはこれからも脱原発運動を続けていくつもりですか？いや、続けないといけないですからね。面倒くさい運動だけなんです、本当だから。でもこの針谷さんの本の中であれですよね、これ110ページですけど、まあ、政治的敗北を喫した首相官邸前抗議っていうふうな項目がありますよね。やっぱりもうあれは敗北だったっていうふうにもう結論付けちゃうわけですか。まあそれはやっぱ選挙に負けたっていうことですか。違います。僕らが声をかけて自民党本部前でちょっと抗議をやろう。それに乗ってこなかった。右翼がやるから。それそう言いますから今ね、このね、半減でそうそうそう、だからそれは右がやるから乗ってこなくて、主導権だとか日の丸の問題で乗ってこなかったってこと。そうなんですか。そう。それで来て、もし例えば自民党前で行きましたよ、僕何人か行きましたよね。そうそうそう、だからそれがみんなが大々的にやって、例えば1000人でも2000人でもね、1万人来なくてもいいから来てたら、安倍さんがもしかしたら脱原発というしかなくなってた、総裁選で。奥さんに負けて。いや本当ですよ、それができなかったから、シングルイシューとしてはアウトなんですよ。安倍晋三拡大原発説っていうのは、なんかある、反原発説っていうのはあるんですよね、なんかどっかにね。だからそれがやっぱできなかったっていうところでもう完全に負けですよ。あと、他の例えば安倍さんがやってるね、武器の輸出とか、そういうのは賛成。なんですか、あと徴兵制度とか、それから要するに世界の列強から日本を守るという、戦争ができる国というのをやっていくのは、針谷さんとしてはどうなんですか。安倍さんの政策に賛成かどうかは知らないですけど、日本はその今の国際大話が連合軍の中に入れてくれって入ったわけですよ、国際連合っていうのは。連合軍なんですから、もともとは。だから旧敵国条項があるわけですから、彼らを監視してなきゃいけないと。で国連というのはそういうルールがあってやった、そのルールに従わなきゃいけない、そのルールっていうのは、クラウゼビッツが言う戦争論でいう外交の延長線上で戦争があるって、交戦権認めてるわけですよ、ルールに従うべきだなっていうのはありますよ。ということは、日本が戦争が今ね、要するに、で憲法9条と。だから一回だからそのルールを認めて、ルールに乗って、だから、その外交の延長線上に戦争があって、交戦権も持ってますって言いながら、こういうものをなくしましょうって言っていかないといけないんじゃないかなって。どうですか、梅沢さん。今のそのね、今日せっかくなんで人質問題について聞こうと思ったんですけど、イスラム問題もそれに要するにそれって今ほら有志連合に日本は入ろうとして、まあそれがきっかけになったようなところもあるじゃないですか。それはやっぱり安倍さんは迂闊だったということですかね。安倍さんが迂闊だった。安倍さん頭悪いですよ。だから安倍さんがうかつだったっていうか、なんでそこにそういう、そのなんていうんですかね、アドリブが聞くやつがいないのって、原稿ちゃんと書いて、それで一回、その安倍さんが何か下手打っちゃった後に対応できるようにしとかないと、僕がもしもそこにいて、政策でもにも言うんだったら、突然、イスラム国、映像を流したら、イスラエルにいたんですよ、イスラエルに。そうですよね、俺はこれ、絶対利用しますよ、ネタニヤフにイスラエルだったらどうしますかって、ネタニヤフなんて言うか分かります？イスラエルは自国民を絶対守りますっていうしかないんですから。だって1人の兵隊の遺体と何百人も交換するんですよ、捕虜。岡本公三だってそれじゃないですか。それを引き出しちゃったら解決簡単じゃないですか。そうじゃないですか。だってネタニヤフが国民に対してそう言わなきゃいけないんだから、そうしないとイスラエルって国家成り立たないんですよ。人口少ないし、何があっても国は我々を見捨てないっていうのがルールとしてあるから。アメリカが何を言ってようが、アメリカが言ってようが、それを引き出しちゃったことによれば日本はある程度自由に動けるようになるんじゃないですか。アメリカの圧力だとか、イスラエルはこう言ってますと。そうするとアメリカの圧力を多少払いのけちゃうじゃないですか、自然と。アメリカはイスラエルにも圧力かけなきゃいけない、その論理としてがチャンスだったんじゃないかなと思ってますよ。みんな気がついてないけど、イスラエルってそういう国家ですよ。それで、アラブの国々は超法規的措置なんてないですから、特赦ができますから、簡単に。昔、日本のなんだジャーナリストかなんかが持ってたものが爆発しちゃって、ヨルダンで捕まって、あれです、あの時ね、毎日新聞の記者が、そうそう、知らなくて、そしたら捕まったけど、特赦ですよ、簡単にできるんですよ、特赦っていうのは。それを日本の感覚で、例えば、ちょっと何日か前、大野さんで参議院議員が、超法規的措置でヨルダンではとか、難しいこと言ってるから、簡単にできるんだよっていうのは、やっぱ言っていかなきゃいけないし、まあだからあれです、超法規的措置っていうと、ほら、連合、ほら、脱火事件のあれ日本は恩赦も特赦もほとんどできないんで、そうなんですよ。だけど、あそこの国は立憲君主でも、その君主にすごい力があるんで、すぐできるんですよ。っていうぐらいのことを僕は勉強してなくても知識で持ってるから、その場合そういうことを全部言っちゃえば全部成り立っていっちゃうじゃないですか。やっぱ後手後手に回ってそのやってるから、日本は今責任がなくて全部ヨルダン任せにしてるけど、これ全部返ってきますよ、なんかで。イスラム国はすごいもんな。イスラム国、これちょっとツイッターでも書いてる、イスラム国はだってイギリスの情報部が絡んでるぐらいは持ってますからね。いや、例えばですよ、それでイギリス人が殺されてるのなんでだって言われちゃうかもしれないけど、そんな歴史いくらぐらいでもあるから、それぐらいやっぱすごいですよ。いや、俺もイスラム国さ、ただの野蛮なね、ただの恐怖独裁政治の武装集団がね、勝手に占拠して作った国だと、そうでもないんですよ。いや、官僚とかテクノクラートとか、例えばしっかりしてるんですよ、なかなかね、すごい。だから、あと数年もしたらね、周りの国はみんなあの国認めちゃうんじゃないかぐらいの組織力持ってるんだよね。だから単なるならず者国家で賞金が欲しさにやってるだけ、ひどいけどね、やってることは。いや、だけど、北大生の件とかあるじゃないですか、あれみんな戦闘員としてって勝手に勘違いしてるけど、あれは日本語が堪能な人がいなくて、通訳と日本語で広報ができる人が欲しかったんでしょ、多分、そういう優秀な人を集めてる。すごいんだよね、わけわかんないんだけど、俺も。まあ、やってきた北大生とかはね、ちょっとまあ。でも、どっちにしてもやっぱだけど、そういうことにイスラム国は使おうと思ってたんですよ。だイスラム国ってのはどっちにしても恐怖の、要するに恐怖で、要するに人民みんなを押さえつけた、国家ですよね。だからその、押さえつけるなんか必要なものが、そのアラブの法と、それをうまく使いながらやって、それで彼ら多分論理としてサウジが公開処刑できるのになんでダメなんだっていう論理を絶対使ってきますよ。そう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 。だっておかしくないかっていう、それをネット上で配信できるから、彼らは。ということで、約10時になっちゃって、まあ、俺たちはね、この時間延ばさないと、もうちゃんと10時に終わって、それから飲みに行こうというね、基本なんで、これから第2部が始まりそうなんだけど、もうね、これは毎週やってて、辺野古の問題とか聞きたかったんですけど、この後ね、もう一回、だからなんか、第2弾をなんか、やんなきゃいけないです。ということで、愛子、ちょっと最後、締めてください。私さっきこの本を読んだんですけども、今までこうちょっと偏見を持って原発問題をやっぱり見ていたんですよ。なんかプロ市民とかネットで出てくるじゃないですか。そういったとこのちょっとの疑問をすごく素直になるほどって初めて思った本でした。すごく勉強になりました。ありがとうございます。だからネトウヨとかに最近絡まれて、よくなんかやっぱりプロ市民みたいなこと言われるから、お前らプロ国民じゃねえかとかって返してやってますけどね。何にも最後にネットからなんか上がってます。質問とか何もほとんどないんだよね。質問、いやでもさっきありましたよ。あ、そう。針谷さんに。なんだっけだ。じゃあそれを最後。針谷さん来ていただいたんで。どうだっけな。国軍創設は永遠の理想なんですかっていう質問が来てますか。理想じゃなくて、だからさっき言った国際社会の今のルールにのっとれば、自衛隊なんて言って憲法9条3軍持たないって言ってて名誉がない位置じゃなくて、ちゃんと国軍として国を守ってくださいって名誉を与えないといけないんじゃないかと。国際社会それルールですし、自衛隊だからこの間もあるところで言ったんですけど、自衛隊に反対とか、その解釈改憲反対なんて集団的時期でやってんだったら、それこそ吉田茂が解釈改憲もすでにしてんだから、最後まで非武装中立って言えよと。言えないんだったら自衛隊の名誉を回復しろよっていうのは僕の考え。だから、最近よくどこで言ってるの、左翼こそ憲法改正言わなきゃまずいだろって言ってる。左翼こそ憲法改正言わなきゃ規制10条って既得権にしがみついてるだけじゃねえか、9条っていう。日本に左翼なんかいるんですかね。だから既得権益に使う、9条って既得権益にしがみついてるようなやつばっかじゃないか。このままじゃいいように、国民はだって憲法改正求め始めてるから、いいように変えられちゃうよって。それはあるね。だから、対案出していかなきゃ。じゃあ、それでちゃんとしたいい憲法を作ればいいじゃないですか。僕は大日本帝国憲法自体も反対してる方なんで。やっぱちゃんとして日本の自主憲法を作るべきだと。自主憲法制定と。いや、そうです。だから、今の基本、僕、占領基本法って言い方しますけど、俗に言う日本国憲法って言われてるものが、いい部分は使えばいいじゃないですか。そう。っていうのは僕は発想の方なんで。大日本帝国でも悪い部分は削ればいいじゃないですか。なんか今売れてる、ほら、なぜ日本からね、こう、米軍基地と原発がなくならないかっていう本がすごい売れてるじゃないですか。なんかそれに、彼らさんすごい近いなっていう。売れてるんですよ。まあ、あれは右翼の人じゃないんですけど、リベラルから同じようなことを、やっぱそのね、憲法もちゃんと改正を言っていかなきゃいけないんじゃないかみたいな。言わなきゃだめですよ。僕はだから、最近言うのは、この間も言ってた、僕が左翼だったら憲法改正って言うよと、それを最初、僕が柱にするって。なるほど、どうですか、平野さん。いや、俺はもう、要するに、今日のまとめを。今日のまとめ。いや、なかなかまとめたよ、これは。面白かったですよね。よかった、よかった、それは。俺もよかったって。平野さんの番組ですから。まあね、右翼の中でも、針谷さんたちは特殊な右翼だという感覚で、今日招いたんですけど、やっぱり特殊な右翼だったよね。というか、それは特殊ってのは、旧来型の右翼を対しての新しい運動体の右翼になって、これからね、針谷さんたちの活動が、新しい運動体になっていくのかなっていうのは期待して見てます。はい。新しい運動体にならないでしょ。いや、そうかね。っていうかまあ、針谷さんさ、デモやっててもかっこいいからね、見ててな、こいつかっこいいなと思うもん俺。あと20歳か30歳若かったらなんか知らないですけどね。もう無理ですよ。でもやっぱりまあこの本にしても右からの脱原発って、でも右からの脱原発ってあえて言わなくてもいいような状況。いや、画期的なんだよ。だから日本にとって画期的だ。本当は言わなくてもいい。そう。ものにしてほしかったので言わないといけないような状況が 3.11 以降だったんですよ、それが6月 6.11 に知っちゃったんで、こっちから声を上げなきゃって言って上げただけですから、本当は主体的にやりたくないんですから。はい、これから、針谷さんの好きな朝鮮人がいっぱいいるところの、飯を食いに行くという、はい、冗談ですかね、怒んないで。いやいや、だから僕、中学校の時にだから民団のあれで遊んでましたよ。話をありがとうございました。おやすみなさい。